まだいたらそうですけど、はい、はい、開会式やったところですよね、はい、左のところに左に入る手前にありますので、あ、はい、わかりました。
それは確かに、グラスだけ一人一人交換があるので、はい、ちょっと難しいですけど。それではお時間となりましたので、クールジャパンからリアルジャパンを世界に発信、グローバルな日本研究を支える MLA コラボレーションを目指しての第2部を始めさせていただきたいと思います。第2部ではもうすでにお気づきの方もいらっしゃるかと思うんですけども、第2部ではコメントや質問をご記入いただけるよう、記入用紙をお配りいたしました。質問などございましたらその用紙に記入いただき、すべての発表が終わりましたら、ディスカッションが始まる前に係の者、胸に黄色いワッペンではないですけどもリボンをしておりますので、係の者が、回りますので、回収その時にその際にお渡しください。なお質問につきましてはお時間に限りがございますので、なるべく簡潔にまとめていただけると幸いです。またすべてのご質問にお答えすることはできませんのであらかじめご了承ください。それでは、早速始めさせていただきたいと思います。第1部同様 NCC 会長横田さんのご挨拶から賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。一部から残ってくださいました方どうもありがとうございます。二部から来てくださった方も本当にどうもありがとうございます。北米日本研究資料調整協議会の会長をしております横田川田恵子と申します。本日はクールジャパンからリアルジャパンへということで、会議を開くことになりました。まずもうドナルド・キー先生はもう真打ち中の真打ちですが、この第2部も欧米中東日本を代表する研究者の方々に来ていただいておりますので、日本からの学術情報発信の現状と必要性、それからこれからの国際協力について語っていただき、最後には新国際美術館館長元文化庁長官の青木保先生には、文化政策の面から文化力のそれから特別ゲストとして、国立情報研究所学術基盤推進部次長小城浩一さんをお迎えして発信力を語っていきたいと思います。多分ここにいらっしゃってる方はそれぞれいろんな思いで来ていらっしゃると思うんですが、やはり日本の今の現状を見ておりますのと、これでいいのだろうか、こんな状態でいいのだろうかという心配、それから脅威を感じ、でそれは海外で日本研究支援の仕事をしている私たちも同じ気持ちでいます。今図書館はどんどん本当に速いスピードで変わっていっていますし、情報のあり方、それから利用者も変わっていっています。で私たちはその日本語の資料あるいは日本からの発信された情報を扱っていますと、そのギャップをより異常に感じながら毎日過ごしていますので、ぜひともこの状況を皆様方と共有したいと思ってこの会議を開きました。まずその私たち日本研究の研究者もこういった支援をしている図書館のものも日本あっての私たちの仕事、日本あっての私たちの研究でありますので、ぜひ私の気持ち、個人的な気持ちとしても日本で図書館の仕事をされている方、出版の仕事をされている方、情報関係のお仕事をなさっている方と現状のを共有したいと思っています。そしてそこから何か今までとは変わった発想でこういった日本の現状を打ち破るための新しい発想での協力体制プロジェクトを立ち上げていきたいと思っています。ちょっと前置きが長くなるんですが、まず国際、この北米日本、この長い名前があることについてちょっと北米日本研究資料調整協議会についてご紹介したいと思います。先ほどエイミー・ハインリックさんはこの、北米日本研究資料調整協議会をの創設者でもあり初代の会長でもありました。この協議会は英語では
大変長い名前で省略して NCC と申します。で詳しいことはこのウェブサイトで見ていただくのか、後で Google サーチをしていただいて見ていただくといいと思います。時間の関係もありますので今回は短く紹介させていただきます。1991年に国際交流基金と日米友好基金の助成金によって設立されました。で私たちのミッションは、いろんな分野での人文科学社会科学いろいろな専門分野における日本研究に関する図書館のコレクションあるいは他の情報へのアクセスを最大限に促進するために北米それから海外の団体と一緒に協力しながら進めていくというミッションを持っています。で簡単に組織図ですが研究者とライブラリアンがボランティアでいろいろなこうプロ委員会を作ってそれぞれに分担しまして進めています。日米友好基金から運営資金そして国際交流基金からプロジェクトの助成金が現在出ております。今までの国際協力事例の授業の例といたしましては日米文化教育交流会議の提言でもありました情報へのアクセスを推進するということで皆さんもここにいらっしゃる方もすでに助けていただいたいただいております日米間の国際ILL のプロジェクトに関わっています。 NCC は北米側のユーザーの意見を伝える団体として機能しています。で2002年ではなくてその次は2002年ではなくて1997年より国会図書館における海外の日本研究師匠研究者を対象する研修にも参加させていただいており他の書記官からもご協力をいただいております。で2006年には国大教、私大教、それから東京大学の図書館のご協力を得まして日本の商業データベースがそれまでは海外に売っていただけなかったんですがそれをどうし海外にぜひともマーケットをオープンしていただきたいという思いを込めて会議を開きこの会議で主要なデータベースの会社の方と交渉しまして売っていただけるようになりました。で2008年にはイメージユーズプロトコル会議が行われましたがこれは日本とアメリカではイメージのイメージを使った出版物の取り扱いが違います。その異なる点を話し合いまして海外の研究者が日本のイメージを使ってきちんとリーガルな形で出版できるようにガイドラインを作るなど話し合いました。で私たち の団体には日本からそれからヨーロッパの団体からの、代表にも参加していただいていつも話し合いを行っております。で一つご紹介させていただきたいのは青木先生が館長されております国立新美術館にジャックプロジェクトのというのがございます。これは海外では入手しにくい、美術の図録博物館美術館の図録を寄贈していただいておりまして今ではアメリカだけではなく、オランダそれからオーストラリアの大学にも寄贈していただいています。これはもともとは NCC が始めたものではなくて他の団体で国際交流基金などが中心になって始められたものですが今では NCC がこちら側の受け皿となっていろいろ連絡をしております。この事業は今では非常にグローバルなプロジェクトなのですが実は、やはりこれは一人の日本の、首相ライブラリアンの方のアイデアから始まったことなんです。ぜひこの会議をいろいろいろんな国からの方が日本研究の現状を紹介してくださいますのでその中で皆さんの心に響いたことそれから思いつかれたこと何か思いをどうか大切にして私たちと共有していただきたいなと思います。で一つ一つのこんなことが実現するのかなと思えそうなことでもぜひ諦めずにというか大切にして考えを深めていってください。で一つの考えがこういった形のジャックプロジェクトとしてグローバルな形で今ずっと続いて継続している例をぜひご紹介したい方です。
2010年今年ですが日米文化教育会交流会議に米国特に米国における日本語資料を使った研究日本語教育に対する支援をもっと深めてもらいたいと思いまして、NCC がロビー活動をしまして提言に入れていただきました。日本には素晴らしいメディア のドキュメンタリーだとか映画だとかたくさんあるんですが英語の字幕がついていないために日本語だけでは40人しかわからないことでそれに英語の字幕をつけていただくと例えばワシントン大学の場合では4万人の学生がそれを見ることができ理解することができます。そういった教材のさらなる開発を推奨するということで提言に入れていただきぜひとも関係者の方には努力を仰ぎたいと思っています。それでついにこの会議になりました。クールジャパンからリアルジャパンへ、この皆様の中にはなぜその図書館がクールジャパンを語るのかと思われている方もいらっしゃるかと思いますが実、それをまずこれからお話しします。この会議を開くにあたりまして図書館総合展の運営委員会からは多大なご協力をいただきました。それから国際交流基金日米センター日米友好基金東芝国際交流財団からも助成金をいただきこの会議を開くことができ大変心からお礼を申し上げます。それでは引き続きなぜクールジャパンからリアルジャパンなのかお話ししたいと思います。現在の日本に対する関心皆様方もクールジャパンというのが非常に海外で人気があるそれからビジネスのチャンスにもなっているということをよくよくご存知だと思うんですがこれまで日本のに関する理由興味というのは歌舞伎であったり何か特殊なものだったんですが今は自分たちの本当にごくごく普通の人たちが自分たちのライフスタイルの一部として自分たちの生活を楽しくしてもらう楽しくしてくれるものとして捉えています。でもその中で例えばゲームをするなりしたりコミックを読むなり何か違うものが潜んでいるんですね。それはやはり日本から来たものなので当然でその日本の異文化のものそういったものが何なのかなっていうのを疑問を持って日本のことをもっと知りたいっていう人が増えてきています。日本のことは日本に、繰り返しになりますが個人の生活を豊かにしてくれている日本っていうのがもう本当に身近なものとしてあります。もうどうしてもポケモンを理解してくれない母親に対して怒っているような男の子がいたりそれから家に帰ってきたということがお寿司を食べたいということに結びついている人、シアトルにはたくさんおいしいお寿司がたくさんあるんですがもうお寿司というのは日常的にスーパーマーケットでいっぱい売っていてとにかく家に帰ってきたさあお寿司だという感じになっているわけですね。それから自分の安全を守ってくれる日本の車そして自分の皮膚の一部になってしまったユニクロの商品、そして悲しい時には慰めてくれる日本の音楽、それから小さな小さなケンタッキーの町に生まれた男の男子学生ですがもっと広い世界を見てみたい日本へ行けという感じで日本のことに興味を持っている人がいます。そしてこの方は実在する日本研究者なんですが実は大学を卒業してどっか面白いとこに行こうぜっていうことでボーイフレンドとなんか日本という面白そうだなんか仙台でなんかや面白そうな祭りをやってるじゃあ行こうということで行ったらしいです。でそこで一泊、仙台について、あくる日目覚めてみるとボーイフレンドも自分の服も財布も全部なくなっていて彼女は一人異国でポツンと日本語も話せずに取り残されてしまってそして呆然自失ので、仙台でお祭りがやってるからと街を歩いているとそこのおばあさんが「あ大丈夫ですか?」と日本語で話しかけて、お茶でも飲んでいきなさいということで救われてそれ以来日本研究を始めたという方もいらっしゃいます。そして東京に行って自分の服装が恥ずかしいでファッションに改元で今はファッションデザイナーになる夢を実現中です。でこのように自分と非常に身近なものとして日本が存在しているインフォメーションであったりイメージであったり空想であったりでそういってもっとこれは
日本のことを深く勉強したいという学生たちが教育の場に来ます。で そこで研究者になる方もいらっしゃいます。でその人たちは、日本に旅行したりそれから勉強に行ったり非常それからグローバル人材を求めているあの日本企業の人材になったりそれからまあ中西部アメリカの中西部で言えばトヨタだとあの海外にいる日本企業の日本に理解のある良質なこうあの人材としても活躍してくれています。でこういった人たちに、図書館の役割というのはこういった研究者や教育に対して日本語のリソースを提供する仕事です。でその私たちの仕事はリソースへのアクセスを良くする仕事です。でこのアクセスがちょっと今のところうまくいっていないというのが現在の状況です。私たちの仕事というのは知識と、人をつないで人と世界をより豊かにする仕事です。で、ま、今の現在ではあの生き延びるためのリテラシーただの情報のリテラシーではないんですね。その情報のリテラシーというのはこれから自分がどのように生き延びていくかということのリテラシーを高めるための私たちは支援知的支援基盤整備のプロデューサーの仕事をしているいます。でこれは去年エストニアのタリンで会った女の子なんですがちょっと写真がなくて残念なんですがもし世界がなかったら私の人生真っ暗というでありがとう日本って言ってくれたんですね。でこういった気持ち、日本の発信力は日本の人々と世界の人々をつなげる絆力であります。でこういったアクセスの改善というのは絆力 の強化と考えられると思います。で実際に今情報知識をあの利用している人たちはどんな人たちかというとやはりオンラインそれからフルテキストビジュアルな思考で日本の映画やドキュメンタリーをたくさんこうないかというふうに聞いてくる学生がいるんですがそういったものをあの世界が熱く求めているそういったメディアなりそれから学術情報発信の現状はどんなものか検討したいと思います。それから今日本で問題になっています大学の国際化ですが、それからグローバル人材 の育成ということが非常に言われていますが、学術発信の発信力は取りも直さず日本の大学教育なり研究の国際化に深くつながっています。ノーベル賞をお取りになりました山中先生、研究基盤の支援が必要である。で山中先生が自分ご自分の研究を保護するためにパテントの専門家を、製薬会社からどこかが引き抜かれたのを覚えてるんですがその方も3年しか雇用がなか3年短期雇用の方なんですね。でそういったこう研究基盤への支援というのは、本当に必要だと思います。これは国立湿地研究所の研究者のコメントですが日本はいろんな意味で人類の問題を経験していると。で非常に日本の学術に対する期待度っていうのは日本の方が思っている以上に非常に高い。で世界の人は日本からの発信をものすごく求めています。でこういった発信というのは私は一人一人ができることだと思っています。イチロー選手の話をおしたいですがここでイチロー選手はホームラン王ではないですね。あの方は安打を打ち続けてすでに出ている走者を送り込んでチームとして勝つそれをしている野球の選手だということを私あるところで知りまして非常に感動もともとはイチローのファンなんですが感動してで日本で働いていて世界とのつながりが見えにくいかもしれませんが皆様方がその場その場でしていらっしゃること情報と知識をつなげてくださることは取り直さう次の知識へのつながり次への人とのつながりにつながっていくことです。ですから私たちの仕事というのはどの国にいようとどの場所にいようと人と情報をつなぐことによって新たな発見を促進して知性文化を向上していくことであり国に関わらず私たちの世界全体を良くすることでありそしてグローバルインフォメーションのフレームワークを作っていきたいと思っています。取りも直さず持続性のある未来を作るためにだと私は信じています。それでは
前置きが長くなりましたが、地球半周を越えて日本に来て、イスラエルから日本に来てくださいました、あの最初のスピーカーの西本まずきん先生をご紹介させていただきます。あ、どうぞ。あ、準備してください。略歴をあのご紹介させていただきます。あの音まずきん先生は2007年に京都大学において、アジアへの日本のポピュラー文化論についてのご研究により博士号を習得されました、またアジアにおける優れた社会文化研究論文に与えられるアジア太平洋研究賞もあの授与されています。その研究において音まずきん先生は香港、シンガポール、上海、バンコク、ソウルを、調査され、先生はあのご研究のテーマは非常に幅広いです。現在はエルサレムヘブル大学東アジア学部で政治学を教えていらっしゃいます。ヘンリー・トルーマン平和促進研究所の、アジア部門コーディネーターでもあり、またイスラエル日本研究学協会の会長でもあります。さまざまなあの著書のあの著書も出版されており、近々ハワイ大学より Regionalized Culture The Political Economy of Japanese Popular Culture in Asia という本をあの出版されます。では先生よろしくお願いいたします。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。はじめに、この、意義深い会議に参加できることに感謝したいと思います。本日は、学者として、またイスラエルにおける日本学の教師として、私が行ってまいりました東アジア研究について、そのアイデアと、洞察を皆さんに少しご紹介できればと思います。3つの重要な点についてお話ししましょう。1つ目は日本の研究の促進剤となるポップカルチャーについて、2つ目にポップカルチャーの商品とアジアにおける国家イメージの関連性について、そして3つ目は中東の日本研究事情を世界における日本研究の縮図として閉じたいと思います。1980年代には日本経済が世界中の学生の関心を引いた大きな要因でしたが、当時とは違って今や日本研究への学生を駆り立てるものは日本の現代文化やライフスタイルであります。 あらゆる日本研究者の指摘通り、学生の関心は日本の企業文化や経営技術、経済から離れ、漫画、アニメ、ビデオゲーム、J-POP、日本のファッションなどに移ってきました。世界の若者たちは、日本の野田佳彦首相や、かつて有料な日本の企業団体であった経団連について、耳にしたことがなくても、ポケモンやドラえもん、ハローキティについては非常によくしています。何千万人もの若者たちが漫画やアニメ、ビデオゲームを買い、多くが東京から発信される、陽気で、快活な投資文化に夢中になっているのです。過去の、20年間で日本のポップカルチャーに対する世界の興味とおこがれは急速に膨らんできたといっても過言ではないでしょう。日本のポップカルチャーは国境を越えて遠く海外へと広がっています。とりわけ日本のアニメと漫画が対する強い関心は権力色国だけでなく、ヨーロッパや北米、中東、アフリカにも見られます。日本のポップカルチャーへの強い興味は日本語を学ぶ学生の数が増加にも現れています。
国際交流基金によると、海外の若い読者たちが漫画やアニメを買い求め、これからを読むために日本語学習の人気がかつてないほどまでに高まっているということです。日本国外における日本語学習者の数は1979年の12万人から2009年には365万人へと増加しています。先の話とつなげるけど、私、日本のポップカルチャーは文化的、芸術的加点から魅力的なだけではありません。それは非常に強い教員力でもって、ポップカルチャー以外にも日本について学ぼうとする人々を引き寄せています。私の経験を例に挙げると、日本に対する最も最初の印象は、覚えている限りでは、刀を振り回す侍ばかりが住む社会というものでした。このイメージは10歳か11歳の頃に諸君というアメリカのドラマを見て作られたものです。当時私はこのドラマに書かれている日本に、その文化と人々に強く魅力されました。その後、日本に対する強い関心を押されて、空手や禅、寿司など自分が日本的だと思ったことについて調べようとなり、やがて日本について書かれたものであれば、どのような新聞記事にも特別な注意を払うようになりました。20年の初めに海外で勉強しようと決めたときに、日本を選んだのは言うまでもありません。一つの興味深い疑問は、日本のポップカルチャーの人気と、それが日本へもたらすであろう外交的、経済的な影響の関連性であります。ポップカルチャーが日本にもたらす利点とは、一体どのようなものなのか。日本のポップカルチャーがその他の国の人々に与える影響とは、ポップカルチャーは世界における日本のイメージを好転させるのか、それとも単に新たなステレオタイプを生み出すだけなものなのか。私はこれらの疑問に答えようと、香港やバンコク、セオルの大学生たちを対象に調査を行いました。アジアを選んだ理由は、1990年代以来、日本のポップカルチャーがこの地域に広く普及していたためです。ここ20年ほどの間で、日本のポップカルチャーが東北および東南アジアに広く浸透し、受け入れるようになりました。音楽、アニメ、コミック、テレビ番組、ファッション雑誌、映画など、及びただしい数の商品が現地のポップカルチャー市場に出回り、若者の文化生活に不可欠な要素となっています。これらの商品は、商品に多様な選択を与えるだけでなく、都市部の若者が抱く日本のイメージにも影響を及ぼしています。これからそれは東と東南アジアで日本のポップカルチャーの写真です。例えば日本の J-POP とか日本の雑誌、あるいはアニメとかビデオゲームなど、まあ、これはちょっと偽物なビデオゲームなんですけど、中国で撮ったんです。あとコスプレとか、この写真はソウルで撮ったんですけど、ソウルでは月に2回大きなコスプレイイベントが行います。あるいは日本の食べ物とか日本の軽食商品も、まあ、ポップカルチャーの商品に入っています。
あとこの写真は上海で撮りました。右側が、まあ、見えるように有名なドラえもんですね。でも左側にはそれは中国共産党のドラマについてですね。だからこの辺には毛沢東とドラえもんはなんか同じポップカルチャーの商品になっていましたんですね。私の、調査はポップカルチャーが他国へ、認識にどのように変化をもたらすかを検証するためものでした。これからのアジアの国の大学生を対象にアンケートを行い、日本のポップカルチャーがどのような良化され、現地の若者の日本へのイメージがどんな形成されるかについて調べてみたのです。それはアンケートの情報、そんなに大切じゃないんですけど、このアンケートの、このアンケートは2つの重要な主観がありました。1つ目は日本という国に対するイメージ、もう1つはポップカルチャーが若者の歴史観にどのような影響を与えるかという点です。アンケートの第2部では、週に消費者たちの日本のポップカルチャーに対する余暇を調べました。その結果、日本のポップカルチャー商品がクオリティが高く、芸術的なレベルが高いことによって、相当高い余暇を得ていることが判明しました。日本の音楽や、テレビドラマ、アニメは繰り返しクリエイティブ、興味深い、面白い、そしてクオリティが高い、現実的な刺激になる、特別だと評価されていました。学生たちの多くは日本のポップカルチャーをアメリカや地元で、制作されたポップカルチャーとは異なるものと考えていました。それは彼らがすぐに好きになるような新しく魅力的な一連のイメージをもたらすものでした。日本のテレビドラマファンである香港人の男性によると、それはより現実に近く自分の共感できるようなテーマ、例えば若者の恋愛だとか感情のようなものを持っているということでした。日本のアニメはたびたび新たな想像の世界へと視聴者を引き込む力強いメディアであると評価されていました。アンケートでは大半の回答者たちが日本を発展した先進的な現代的な国であると評価しました。日本のポップカルチャーに接し、これを消費者することが若い回答者たちにさらに日本のその他の面にも興味をいただかせるきっかけとなったのでした。多くの回答者たちは日本の食べ物が好きだと言い、ほぼ全員が日本に行ってみたいと答えました。インタビューの中で J-POP 音楽のファンである香港の若者は、彼女の、日本好きを次のように表しました。香港人は決してアメリカ人になれないけれども、いつかで日本のようなことになる、ならできるかもしれない。後に、彼女は自分の想像する日本が日本のテレビドラマやアニメ映画を見て形成された、ものであることを説明してくれました。また別のバンコクのインタビューでは、3人の若い、アマチュアアニメ作家らがアニメを見ることを通じて日本語を学んだこと、また定期的に、最低でも年に一度は日本を訪れ、新しい文化的トレンドを知るのだと言っていました。そのうちの一人は、
東京は僕たちの文化的な首都ですと言ったほどです。この調査に寄せられた、大会は、国とポップカルチャーを結びつけることで、ポップカルチャー商品が一国に、対する肯定的な認識を生み出すことができるということを示しています。消費者たちはポップカルチャー商品あるいはその商品のジャンルを日本と結びつけているのです。この意味からポップカルチャー商品がお好ましいものであれば、すなわち創造されポップカルチャーを通じて結びつく日本のある側面もまた好ましいものであるというわけであります。私が最も、興味深いと思う点は、回答者たちが日本を認識する上で歴史の役割についてであります。日本による、占領期は香港やバンコクの若者たちの日本に対する認識に、何らかの作用を及ぼすとしても非常に、わずかなものです。これら2投資の約22人の回答者たちのうち、わずかに7人のみが日本への認識を語る際、簡潔に戦争と占領期について触れただけでありました。ところが、ソウルからの回答は大変異なったものでした。ソウルのおよそ3分の2の回答者たちは、日本の戦時中の行為やそれに基づく責任について述べ、日本を語りました。日本は悪い国だ、あるいは日本の政治家は信用できないという回答がごく一般的なものでした。驚くことではありません。ソウルからの回答は、おそらく日本の植民地と化した36年のトラウマによるもの でありましょう。この記憶は、韓国国家の教育制度、マスコミ、そして、連続性ある国家政府によって鮮明に、保たれてきたのです。帝国主義日本への絶えざる、怒りを忘れぬよう、韓国ではこの怒りを反映した、反日デモが、時折、起こります。これらは大抵日本の指導者たちの靖国神社参拝とか竹島問題とか、それと日本で、新しい、歴史教科書を出版をめぐる、論争に続いて起こります。同時に、また興味深いと思われる点は、セオルの回答者たちの反応が日本への非常に複雑な感情を示していたことであります。ほとんどの学生たちは、日本を肯定的な言葉と否定的な言葉の両方で表現する方法を取り、日本国家への批判と日本社会や文化の現代的側面への称賛を区別していました。ある大学生は次のように説明しました。ほとんどの日本人は親切ですが、私は日本政府に対してはとても否定的です。彼らの韓国に対する政策はひどいものです。また別の学生の話は、私は日本文化が好きですし、日本の友達もいますが、右寄りの日本政府は大嫌いです。彼女の友達はさらに、日本のファッションや音楽、映画は好きですが、時々彼らの歴史に対する態度にが頭にきます、と説明しました。これらの回答は、根本的な区別の存在を明示するものです。一方には、
日本公会の学生たちの関わり方が、もう一方には彼らの日本社会や日本文化の消息への愛好があるということです。歴史的、政治的論争が国家的議題に高く掲げられたままであろうと事実に返し、若者たちの日本のポップカルチャー諸行にはこれの影響がむしろ限られているのです。また相応のアンケートから明らかなのは、たとえ若者たちが戦争、教科書、竹島、記憶の政策によって政府に染められていても、ポップカルチャーの愛好に政治を見ることは気絶しているということです。歴史に関しては、韓国の若者たちは国家やマスコミの用意した短切り型の国家的改修を受け入れることでしょう。しかし彼らの自分たちの個人的な消費習慣については自身の思考を発達させているのです。次は少し別テーマなんですけど、さては、それでは中東についてお話ししましょう。中東における、日本語、日本語学と、日本研究は一般的に国ごとに異なる、度合いで行われてきました。日本語学習はかなり長期が、オンで行われてきましたが、現在のところ総合的な日本の研究の学習過程が存在するのはイスラエルとおそらくトルコだけです。アラブ圏では日本語学習の過程がもう何年も開講されてきました。もとも顕著な日本学習の過程はエジプトのカイロ大学のもので、同大学は1974年から日本語学習課程が開講されてきました。昨年はカイロ大学の日本研究課程が国際交流基金賞を受賞しています。日本語能力試験はエジプトで毎年行われており、何百人の学生たちがこれに参加しています。また他にもモロッコの日本語教育の例がありますが、これは近年ますます増加しています。モロッコで日本語教育が始まったのは遡る1982年ラバト大学においてことが、2005年以来その他の三大学において学生総数約350人で開講されています。疑問であるのは、なぜアラブ圏の学生たちが日本語を学ぼうとしているのかと、ということです。一つの答えは、彼らが日本語の学習によって旅行会社とか観光業や日本企業に新たな雇用の機会が開かれるかもしれないと考えるということです。毎年約2万人の日本人の観光者たちがモロッコを訪れており、卒業生の中には観光ガイドや観光業者として就職する人もいます。しかしもう一つの答えは、彼らが単に日本やその文化について知りたがっているということです。伝統的に対する関心もありますが、近年では現代文化により多くの関心が寄せられています。例えば、ポケモンシリーズはアラブ圏の子どもたちの間に非常に人気がありました。別の言い方をすれば、人々が日本語を学ぼうとするのは日本文化のためです。次に、私はより詳しいイスラエルにおける日本研究の事例を、焦点を当ててみましょう。イスラエルにおける日本研究は、普通は東アジア研究の、一分野ですが、
過去数十年の間に国内小大学の人文科学、社会科学の学部で最も盛な分野の一つとなりました。イスラエルにおける日本研究は1960年代初頭、エルサレムヘブライ大学に中国日本研究学部が設立され、産声を上げましたが、この20年間で急速に拡大し、現代ではエルサレム、テラビブ、ハイファの3大学の東アジア研究学部を中心に、国内の小大学が提供する東アジア研究の科目数も増えています。驚くほど多くの学生がこうした学部や科目に登録していることは、イスラエルの若者の間で東アジア研究の人気がかつてないほどまでに高まっている証拠です。短くすると、今は例えば日本、イスラエルの人口は大体700万人ですね。700万人というのは、大体大阪の人口ぐらいですね。でもそれでも、大体400人 の、 日本語と日本を専門にした学生もいるし、あと、日本の研究者、私みたいな日本の研究者は35人ぐらいもいます。だから人口を考えると多分世界の、非常に人気がありますね。じゃあ最後ちょっと時間がないんですけど、でも、イスラエルのヘブライ大学は、日本語の本とかも頑張って買っています。あと日本のデータベースとか、私たちの学生は日本語の資料を使えなければならないんですね。そうしないとなぜ日本語を勉強するんですね。全部日本のことは英語の本から読むと、それはアメリカン・スタディーズ・オブ・ジャパニーズ・スタディーズになっちゃうんですね。だから学生は卒業するために日本語の資料を使えないといけないんですね。ただこの資料はものすごくお金がかかりますね。特にデータベース、だからそのところはもうちょっとね考えないといけないんですね。それはうちの大学の、図書館とか、あとそれは今年の 2月設立したIHS、 イスラエル日本学会なんですけど、今は約20メンバーしかないんですが、でもこれからもうちょっと頑張って他の研究やります。じゃあちょっと時間がなかなかないんですけど、ここで終わりします。園長ありがとうございます。どうもありがとうございました。私たちの司書の仕事は研究者の研究と教育を支えるのがまず第一 の、 使命ですので、こういった研究者の方たちにどんな研究が行われているか、どんな資料を使っているかというのをお話ししていただいております。次に、日本の若手の研究者の方 の、 声を聞いていただきたいと思います。これはビデオ参加、短い7分のビデオ参加です。四方俊博さん、神戸大学大学院の文化研究科で博士課程を2009年に修了されました後、花園大学など非常勤をされ、2010年より神戸大学大学院人文学研究科の研究員として、国際関係論、特に米国外交史、1950年代の米国台湾関係をご研究です。で、その資料 を、 を求めてワシントン大学に来てくださいましたところ、インタビューさせていただきました。
待ちましょうか、それとも次の方にしていただきましょうか。じゃあとりあえず次の方で、はい、わかりました。はい、はい、じゃあテクニカルプロブレムテクニカルなプロちょっと問題がありまして失礼いたしました。では次の発表者のこと方をご紹介したいと思うので少々お待ちください。失礼いたしました。では次の発表者である早稲田大学教育総合科学学術院教授の小林進歩敦子先生をご紹介させていただきます。小林進歩先生は、中国の研究者でございますので今非常にホットな話題になっているかと思いますが、1987年に東京大学教育学研究科博士課程を、修了されまして1981年から2年間北京師範大学にご留学されました。大学の学部時代から30年間一貫して辺境地域の教育につい中国の辺境地域についてのご研究をされています。主に中国における識字教育、少数民族教育、植民地教育史など主なテーマとされています。少民族というのはイスラム族、イスラム教の民族も入っています。それでは進歩先生にご自分の研究を通しての日本資料あるいは中国資料のあり方との比較でお話をしていただきます。よろしくお願いします。はい、ただいま、ご紹介に預かりました、早稲田大学教育学部の進歩敦子と申します。こうした機会を与えていただいて、本当に、嬉しく思っています。私なんですが、中国の教育の研究者という立場から、私自身の目から見た、中国と日本ということで、話をさせていただきたいというふうに思います。タイトルなんですがビッグデータを発信する中国対、こもり続ける日本というテーマとなります。で私自身の、自己紹介を兼ねまして、研究なんですが、中国の教育史を、これまで研究をやってまいりました。で特に、中国の教育史の中でも、民国時期と言われる、1912年から、1949年、中華人民共和国が成立する前の時期なんですが、そこを主に、研究をしております。それとともに、最近、ここ、15年ぐらいなんですが、中国の少数民族教育研究をしておりまして、特に、回族と呼ばれます、回族という少数民族の研究をしております。この回族という少数民族なんですが、母語が、漢語となっている、少数民族ですが、非常にこうイスラームの信仰心に厚い、そういった少数民族の研究を、しておりまして、で特に、女子青年、海賊の中の女子青年の、研究などをしております。これはちょうど、画面出ているんですが、ずっと、研究で知り合った、女性の教師です。で、少し私自身の名前、お話と、かぶりますので、経歴についてご紹介いたしますと、81年から83年に、北京師範大学というところに、留学をしておりました。でその後87年から90年まで、京都大学の、人文科学研究所に、東洋学文献センターというのがあります。東洋学文献目録、を作っているところなんですが、そこの東洋学文献センターで、助手をさせていただいておりました。でその後89年から90年スタンフォード大学に留学をしまして、その時にここの横田恵子さんとですね知り合いになりまして、それ以来お友達でいます。で91年から早稲田大学の教育学部で教鞭を取っております。
で本報告の骨子として、まあ、データの発信における、日中比較ということで話をさせていただきます。まず、まあ、中国の図書館電子、事情ということで、私は北京師範大学に留学したのが、文化大革命が終了いたしまして、で非常にこう初期の日本人留学生としてまいりまして、まあ、30年前はどうであったのかと、まあそういったことであるとか、まあ、アメリカの党の比較ということに関して簡単に触れたいというふうに思っております。それと2番目なんですが、中国の英語教育ということで、中国現在情報発信を非常に強化しておりまして、まあ、非常にこれは日本と比べると驚くべき状態だと思うんですが、そのことに関しまして少し話をさせていただきたいというふうに思います。3番目として日本の電子ジャーナル事情ということなんですが、これはあくまでも私自身の研究を通してということで少しご紹介をさせていただきたいというふうに思います。で最後に早稲田大学の図書館事情ということで早稲田リポジトリの話をさせていただきます。まず最初、中国の図書館事情ということなんですが、私1981年に北京師範大学の図書館に留学、北京師範大学に留学しておりまして、図書館に通っていたんですね。で、まあ、中国の図書館、当時からまあ閉会式で、図書館で目録カードをこう検索して、日本でなかなか手に入らない本がありまして、でそれで、あ、わ、これあるんだと思って喜んで、まあ、請求書に書いて図書館の職員のところに持って行って、図書館の職員の人が中に入っていくんですけど、まあ、何にも持って帰ってなくて、一言メイヨっていうんですね、要するにありませんよっていうふうに言われまして、でそれで何回もやっても何回もなんかメイヨメイヨと言われるんですけど、でよく話を聞きますと、まあ、文学で混乱をしておりまして、本がなんか雑然と包み上がっていて、どういう状態になっているかよくわからない状態だということを言われました。まあ、そのうちに何回も通っているうちに図書館の職員とも仲が良くなりまして、まあコネができまして、そうしたらなんかちょっと持ってきてくれるような、まあそういったような状態になったんですね。はい。でまあ本がですね、まあ持ってきてくれたんで、わーっと思って喜んで、あ、コピーしようと思って図書館のですねコピーセンターに行ったんですが、図書館のコピーセンターの職員が、まあ、非常に面倒くさがって、お前週に一冊しかコピーしてやらないというふうに言われて、そうなのかと思って、せっかくコピーを、してもらおうと思って行ったんですが、なかなか、コピーしてくれなかったんですね。でどうしようかと思って、ここは一つ係員の機嫌を取らないといけないというふうに思いまして、まあ、コピーセンターの係員の機嫌を取るために何をしたかといいますと、カメラが私持ってまして、カメラで職員の写真を撮ったんですね。で私が持っていたのはカラーフィルムが入る、だったんですよ。で、まあ、写真を撮って、でそれで、まあ、ホテルに行って現像をして、でそれでカラー写真を職員の、コピーセンターの職員に渡したところ、職員がすっごい喜んで、もうお前のためだったら何でもコピーしてやるって言われて、やっぱりすごいコネ社会だなというふうに思ったんですが、まあ、こういった形でですね、文献を集めたんですが、しかしながら、まあ文献がなかなか中国で手に入らなかったんですね。でちょっとこれは留学時代の写真なんですが、少し、北京師範大学の図書館なんですが、1983年に留学した時の旧図書館で、これが、右側が2011年の新しい図書館で、まあ、非常に、図書館がですね、大きくなっていまして、まあ、これに象徴されるように、中国の図書館というのが非常に大規模に、なっております。でそれで、まあ、その後なんですが、中国の北京、師範大学に留学した後に、アメリカの図書館、アメリカに、スタンフォードに留学する機会が、ございまして、で東アジア文献も入手をすることができました。でアメリカの図書館になぜ、まあ、興味を持ったのかということなんですが、これは私が卒業論文を執筆する時の指導教官が、長澤正雄先生という図書館学の先生が指導教官副佐だったんですが、アドバイスをしてくださいまして、
まあ、中国研究やるんだったらアメリカの図書館が非常にたくさんのものを持っているというアドバイスをしてくださったんですね。でそういったことがありまして、卒業論文を書くときにアメリカの図書館に手紙を書いてマイクロフィルムを取り寄せるという作業を一度していたことがありまして、ぜひ、まあ、アメリカに行きたいということからスタンフォード大学のフーバー研究所の東アジア図書館に参りました。でここはもうとにかく民国時期の雑誌とかもう統計とか政府の広報とかもう民国時期の地図とかですね資料の豊富で、まあ、それに加えて無制限の貸し出し冊数で、まあ、とにかくまあすごい、大変に喜んだ、経験がございます。で、その後、またですね中国に、行く機会がありまして、これは90年代末に、中国の図書館に、90年代末に3ヶ月、中国の北京におりまして、で北京、首都図書館に通ったんですが、その時に、まあ、そこでちょっとびっくりしたのは資料の請求表って書くじゃないですか。その資料の請求表も買わないといけなくて、あそうかと思ったんですけど、それとですね私が、見たい本なんですが貴重本になって指定されていたんですね。で貴重本なので、まあ、請求したところ、お前の、請求したのは貴重本だから、だから、まあ、取り寄せるのに、まあ、2、3日かかるよって言われたんですよ。でももし当日見たいんだったらお金を払えば見せてやるって言われてであそうかと思って、まあ、外国人研究者ですし時間がないので結局お金を払ったんですが、まあ、そうかなというふうに思いました。そして、まあ北京の、東安館というところに、参りまして、まあ、東安館で、コピーができなくて、でコピーができない、代わりに書き写すのは OK、 でも書き写すために、君が持ってきたノートに書いちゃダメ、ここで紙を買ってくださいと言われてあそうですかと言ってで、まあ、そのうちにですね、そんな書き写しても大変なのでコピーさせてもらえませんでしょうかって言ったら、まあまあいいでしょう外国人優待ですからと言われて、その価格が確か1枚が60円ぐらいだって高いと思って、中国人一緒に、行った中国人と交渉しましたら、その金額です半額になりましてここは交渉の世界だなというふうに思ったんですが、そうした経験からですね、まあ、公共図書館としての非常にこう中国は制度の不備があるということと、あと何て言うんですか、図書館の資料を商品としてで、なんか商品として考えるという意識が非常に強い国なんだという、思いがいたしました。で現在の中国の電子化事情ということで、見てまいりますと、非常にこう戦略的な情報発信がされていまして、出版点数も非常に多いですし論文の数 もうとにかく多いです。中国の研究者に聞くと、絶えずこう論文を書いてないと自分のポジションが維持できないということから論文の数も多い、またデータベース化も非常に進んでおりまして、代表的なものとして、CNKI というものがありまして、これが、総合的な学術情報データベースで、96年から、あります。で学術雑誌学位論文、会議録年間、中国学術資料の約 90% が電子化されておりまして、とにかく膨大な量があります。それに、でまたデータベース化が非常に早いんですね、ですので研究者が書いた論文がですねその PDF ファイルとなって非常に早い段階でその、まあ、世界にこう流れていく、そういったような状況があるし、またこの CNKI にですね用紙もちゃんと掲載されているし、でまた CNKI で、検索しますと非引用数であるとかダウンロード数もクリアに出ますので、どういったこう重要な論文かというのをクリアに分かる状態になっています。でそれで、まあ、この CNKI 問題なんですが、非常にその高額で早稲田大学図書館かなりこう、まあまあ、恵まれているという状況もあるんですが、その早稲田でさえ一部しか購入できない、でも東大はお金があるんで東大さんは購入できるとかいったそういったですねアンバランスが非常にあるんですね。それと CNKI を見ていますと評説が非常に多いんですね。この論文とこの論文本当全く同じじゃないという評説も多いのと、
あとですね、よくこう研究を見て、中国人研究者の研究を見ていますと、日本人研究者による全くそのですね、まあ、オリジナル研究なんですが、それが中国の研究者からですね、もう評価されているという例も多くて、そうしますと結局ですね、日本人の研究者が書いた論文って日本語 で情報発信しますから世界に出ていかないんですけど、結局中国人が書いたものが中国語で世界に出ていって、それがオリジナルと認識されてしまう、そういう問題があるのかなというふうに思います。で、その他、まあ、電子書籍もあったり、あるいはその、まあ、読書という民国時期の雑誌論文のデータベースもあって、学生の観覧がありますけれども、非常にこうお金が、まあ、かかると、まあ、お金を払えば非常にこう買える時代、そしてそのバイドゥというのがあって、これはデータベース化されているんですが、いろいろと授業の教案なんかもこう データベース化されているんですが、これをダウンロードするためには自分が持っているデータをアップすると、その交換で、という形でバイドゥ、そうやって情報を集めて発信している、まあ、そういったデータベースがあります。で、日本人研究者にそういったその中国の CNKI の話をしますと、まあ、どちらかというと日本人研究者は危機意識が欠落していまして、まあ、中国は著作権がないから、こうした国と比べないでほしいと、日本は著作権が保護されている、そうした意味で誇るべきではないかという、研究者がいます。あるいはその中国人研究者の論文は大したことはない、論文の数がいくら多くても日本の基調研究の方がレベルが高いというふうに言う人もいましたし、あるいは CNKI でも非引用数があるんですが、これはアメリカの基準であって、そうした基準に乗る必要はあるのか、特に人文科学系の論文は非引用数にこだわる必要はないというふうな、まあ、まあそれは最もだとは思うんですが、非常に日本人研究者は危機意識が欠落しているような、そんな気がします。そしてで次なんですが、中国における英語教育ということで、戦略的な情報発信の基盤として英語教育というものが中国において、展開されておりまして、で、ちょっとこれは時間が関係ないですが、これはちょっとあまり、見にくいかと思うんですけれども、小学校、中国小学校の英語教育が非常に盛んで、これはファティス・ローボットって、これは小学校6年生の英語の、テキストなんですね。で、早稲田大学の英語英文学科の先生に、まずテキストを見せて、これ何年生だと思いますかって言ったら、いや日本の基準から言ったら、まあ、中3でしょうというふうに言われたんですが、まあ、中3基準のものを小学校6年生でやっている例ですね。で、あと、はい、で、これで、これなんですが、まあ、朝鮮族、中国の朝鮮族の、小学校の授業風景、英語の授業風景です。で、あ、ちょっともう時間の関係があるので、ビデオはなしで、はい。で、まあ、中国で英語教育が非常にこう進んでいるという話をするして、またですね、まあ、なんていうかですかね、もう中国語と英語のこうバイリンガルの状態というか、それぐらいな勢いで、まあ、中国は戦略的に英語教育を怠っているんですね。で、そういったその中国の話を、私自身いろいろなところでしますと、いや中国は超大国ではない、というふうなね、英語でやるなんて超大国じゃないとかいう意見もあるし、あるいはその一般の方に、中国はすごく進んでいるんだという話をすると、必ず反応が返ってくるのは、でも中国って貧しいところもありますよね、格差が激しいですよねっていう話をされて、そういったことから非常にこう危機意識が欠落しているように思われます。で、次、日本における電子ジャーナル事情ということで、一中国研究者の視点からということで、少しお話をさせていただきます。で、日本における電子ジャーナル事情、これは、私自身が関わっている中国研究および、教育関係の、
まあ、ジャーナルなんですが、まあ、中国系、これは電子化 PDF 化されているか、これはですね、サイニーで検索したときに PDF がダウンロードできるかどうかということなんですが、中国研究月報は、まあ、サイニーで検索してダウンロードができるんですね。で、教育学研究というのがありまして、この教育学研究、これは、日本教育学会の学会誌なんですが、これは、ダウンロードできまして、で、私自身が書いて、ここに書いている論文もダウンロードできる状態です。で、そしてこの三角、日本の教育史学というのが、教育史学会の起用がありまして、これは、サイニー検索すると、まあ、有料なんですがダウンロードできます。で、ここで問題だと非常に思うんですが、日本教育学会起用で、日本社会教育学会年報とありまして、これは私が属している、私にとってはメインの学会なんですが、この学会誌がですね、ダウンロードができない状態なんですね。で、まあ、研究者がまあ論文を書くときに、やはり学会論文というのは一番力をかけて書きますので、やっぱりこうレフェリーが非常に厳しいですので、力をかけて書く論文、それがまあダウンロードできない状態になっていると。それと早稲田教育評論、で、この学術研究っていうのは、これは、そして早稲田大学大学院教育学研究科起用、これは早稲田大学が、リポジトリを持っておりまして、そこに入っておりますのでダウンロードができます。で、ここにありますように、結局学会起用がダウンロードできない、その問題が非常にこう大きいというふうに思います。で、出版社としては、まあ、本が売れない、あるいはこう PDF 化に消極的であり、まあ、研究者を差し出に対するこだわりが非常に強いということです。で、ここでその私自身、今回自分の論文が、どういう形で、まあ、世界に出ていっているのかなということを、調べさせてもらいました。で、まあ、英語で書いた論文も何本かありまして、で、これは私自身は中国研究者であって、まあ、中国語はある程度できるんですが、英語は非常に苦手なんですね。ただし欧米の中国研究者から、英語で書かないとお前の研究は外に出ていかないというふうに言われて、非常にこう無理して書いているところもあるんですが、何本か英語で書いた論文を持っています。しかしながら、それがその、いろんなそのデータベースでヒットするかどうかとちょっと調べたんですが、ウェブオブサイエンスで調べたところを1本だけ、ヒットしまして、英語で書いた論文、5本ぐらいあるんですが、そのうちの1本しかダメなんですね。で、エリックで、検索したところ、これもやっぱり1本だけ、日本教育学会起用のみしかない。で、じゃあもう一つ、こうサイニーで、検索した場合がどうかということなんですが、これは日本教育学科と、すいません、はい、サイニーで検索したところ、厚子新保では出ない、新保厚子という漢字を入れれば出るんですが、厚子新保ではサイニーでは出ないんですね。で、何本か中国語で書いた論文もあるんですが、これは中国のデータベース CNKI で出るかというと、これは全然出ないんですね。で、結局何を言いたいかというと、英語で書いた論文とか中国語で無理して書いている論文が世界に出ていかないし、いけない状況がありまして、これがこう非常にこう視認性が低いというのが問題だと思うんですね。で、その結果何が起こっているかというと、私自身も非常にこう苦労して書いた論文がありまして、で、それがですね、ある時、CNKI で見ていましたら、なんとほとんど自分の、研究のですね、丸写しの論文がありまして、で、結局日本語が分かる中国人研究者がこう引用されて、彼らのオリジナルの研究成果になっているという、このことに非常にこう驚くわけですよね。で、私が書いた論文は日本語で書いてますから、それはこう世界に出てこない。で、結局中国人研究者がこう書いて、それが CNKI を通じてこう世界に出ていく、そういったこう矛盾を非常に感じました。で、早稲田大学の図書館事情ということで、ちょっとだけお話をさせていただきますと、まあ、早稲田大学の図書館って非常にこう親切な図書館で、利用者支援に関しても非常にこう親切、で、
でまた早稲田大学リポジトリというものを、持っておりまして、研究者が書いた論文あるいは学位論文をデータベース化、することに非常に熱心です。でこれは図書館ですね。で、で早稲田大学のリポジトリで、大学図書館による情報発信の仕組みを持っている。この点では早稲田大学に在籍しまして非常に恵まれているなというふうに思います。で早稲田のリポジトリについてちょっと、図書館の方に聞いたんですが、まあ、早稲田大学ですね、非常にこう、リポジトリにもたくさん入っていて、その特色ということで、まあ、図書館の職員から教えていただいたんですが、学位論文が非常に多いといった特色があるというふうに言われました。で、早稲田大学のリポジトリが非常にこう世界からも評価されているんだというふうに図書館の方から言われたんですね。で日本での草分けで2004年から導入して、非常に早い段階から取り組み、学位論文を収集して海外での評価が高いというふうに図書館の方から言われました。しかしながら問題としてコンテンツがなかなか集まらない、学内での認知度が低い、まあそういったいろんな問題があると、はい。でで、まあ、図書館の方がですね、まあ、大学の社会的な責任として、広くこう市民への情報公開っていうのが非常に必要なんだと、それに早稲田大学は応えているというふうに言っています。しかしながら、一番最大の利用、最大のダウンロードっていうのはどこからかと聞かれたときに、質問、したときに、最大の利用は中国からだというふうにで要するにですね、私たちが一生懸命やった研究論文が無料でダウンロードされて、向こうの研究論文になって CNKI で有料でこう販売されるというか、そのことに対してですね、非常になんかおかしいんじゃないかという思いがいたしました。で今無料検索、特許検索サービスっていうのが非常に、日本でありまして、中国韓国から非常にこう検索が非常に多いんですね、ダウンロード。でこれは中国の発明特許出願件数で非常な勢いで、で特許の出願件数が増えていまして、結局日本の研究がこうダウンロードされて向こうで特許として出願されて、これと同じような状況が研究者の論文でもあるんじゃないかというふうに思っています。で今後図書館への期待を込めてということで最後まとめとさせていただきたいんですが、研究者の情報発信の支援で海外からアクセスするときの利便性というのは非常に支援していただきたいというふうに思っています。で著作権が非常に守られない、それがその電子化への危機感 を引き起こし、これが引きこもり情報発信できないという悪循環になっているのではないかということが言えると思います。ですので著作権を守りながら日本の研究者の論文を世界に情報発信する助けをぜひ図書館の皆様にしていただきたいというふうに思います。どうもご清聴ありがとうございました。大変どうもありがとうございました。非常に興味深いお話で、実はその新保さんからこの、まあ、どういった発表をするかというのを伺った時に私はちょっと逆上した血圧がガーッと上がってきて、こんな状態でいいのかって叫んでしまったんですが、ぜひ私たちそのアメリカからでもそのヨーロッパからでももうイスラエルからでも全世界的に日本研究、日本からの情報発信を本当にするために、それから日本の研究者にもっともっと出て行っていただきたい。で私が最初に言いましたように、世界の研究者は日本 の学術学術知識の高さは本当に認識しております。それがなかなか出てこないので、そのどういうふうにすればスムーズに出てくるのかを、まあ、ここに NII の方も来ていらっしゃるんですが、私たち本当にこう団体でこう協力して、それこそ日本を支援するというオールジャパンという形で協力したいと思っています。
鹿田さん の, あのビデオをお見せしたいんですが、ちょっとテクニカルな問題がありますので、あの失礼させていただきます。それともう一つ、あの初めにあの、初期にあのこの図書館総合展 の, あの初期に流しましたプログラムでは、あのヨーロッパ日本研究会のレイン・ランド先生があの来てくださって発表してくださることになっていたんですが、急なあのことがありまして、ご都合が悪くなりまして、あのこの会議には残念ながら参加されておりませんので、あのお詫び申し上げます。それではその次 の, あのちょっとこうあの雰囲気を変えまして、ちょっとあの楽しい話を聞きたいと思います。もうあの築地のご研究で非常に有名ですので、あの日本の方もご存知かもしれませんが、ただ、セオドル・ベスト先生をご紹介いたします。確かあのナンバープレート、車のナンバープレートはカツオだったと思うんです。今もここにロブスターの、ボストンのロブスターをつけてらっしゃる。あのぜひセオドル・あのベスト の, あの名前で Google サーチをしていただきますと、あ、何かありますないんですか、パワーポイント。ありますよ。あ、どうぞ、準備しておきます。あ、いいです。あのしていただきますと、新荒巻のか、あ、これ酒ですよね、酒、新巻酒のこうバッとこう出てきたりするんです。1986年から93、スタンフォード大学で人類学の PhD をお取りになりました。1986年から93年までコロンビア大学、93年から2000年はコーネル大学、2000年からはハーバード大学で教鞭をお取りです。今年ライシャワ研究所の所長になられまして、アジア学会の会長でもあられます。アジア学会の会長さんですが、日本学の方が会長になるというのはなかなかないことで、私たちとしては非常に期待しているあの有力なあの、支援者でも、図書館の支援者でもあります。ではよろしくお願いします。こんにちは。あのちょっと風があるんですから、申し訳ございません。まあ、心温かいご紹介ありがとうございます。本日このような著名な顔ぶれと共に立つ機会にご招待いただけたことは大変光栄で、とても感謝しております。私はハーバード大学のベスターと申します。ハーバードではグローバル化を焦点に日本の文化と社会の人類学的な研究をしています。残念ですけど今日は全然築地の話とか魚の話が出てこない、ごめんなさい。また、13年に晴れて40周年を迎えるライシャワ日本研究所の所長も務めています。ハーバードをはじめ欧米とアジア各国8000人以上の学者が所属するアジア学会の会長として、グローバルな情報交換を可能にしてくださる出版関係者、または図書館関係者の皆様にご挨拶できるのは大変光栄です。皆様なくしては我々の活動に不可欠な国境を超えて学問的文化的な交流はありません。大変感謝しております。お詫びから始まる挨拶は日本人、ジョークで始まる挨拶はアメリカ人という表現を皆様ご存知でしょうか。まあ、実は私は見るの通りにアメリカ人ですが、冗談なしに私が日本語でスピーチをする機会はめったにございません。あらかめてご勘弁の方どうかよろしくお願いいたします。本日はいくつかのトピックを経て、学問と文化的交流、グローバルな情報流れについて少しお話しします。用の中の、まあ、英語で information flow、情報の流れをサポートしているのは、いくつもの包括的なアジア研究団体です。これら団体は学者、学生、当初関係者、出版社、大学関係者、そして NPO のフォーマル、またはインフォーマルなネットワークを作っています。本日は
私自身がよく知っている3つの団体について簡単にお話しします。その3つはアジア学会、それから、まあ、先ほど横田さんがよく説明された NCC、 そしてうちのハーバー大学の、まあ、いわゆる JDA プロジェクト、その JDA プロジェクトが、311の日本大震災デジタルアーカイブです。だから、J は Japan、 D はデジタルまたは Disaster、 A はアーカイブ、 JDA プロジェクトです。一つ目のは、アジア学会。アジアを専門分野とする世界各国の研究者の連絡情報交換をサポートする団体です。アジア学会の基本的な役割は、まあ、名前の通りに、学会コンフェレンスを開催して、アジア学の学者の交流を設けることです。コンフェレンス、まあ、その学会は自由な情報交換への最初のきっかけです。前は北アメリカで開かれていった学会コンフェレンスも、14年からはアジアでも開かれるようになります。まあ、今はですね、時差ボケが非常に広いですから、もしかしたら、まあ、時差ボケか、まあ、ただのボケか分からないんですけど、よろしくお願いします。まあ14年はシンガポール、15年は台北、そして16年は京都の予定です。アジア現地でコンフェレンスを開く目的は、よくダイレクトな国際的コラボレーションを、推進するためです。2つ目の例はNCC です。まあ、先ほど説明されてものですが、NCC はボランティアによって形成されて小さな団体で、集中的に日本についてに世界的なインフォメーションフローを作っている団体です。皆様は、まあ、ご存知の通りに、NCC は、20年以上にわたって20年以上にわたって日本とアメリカの間で、図書館関係情報流れ、まあ、インフォメーションフローに貢献しています。そして3つ目のは、ちょっと待ってください。小さいに英語も日本語もあんまり機械が好きじゃないんですよ。じゃあ、そして3つ目はハーバードの Japan Disasters of 2011 Digital Archive、まあ、JDA です。これは、まあ、URL です。 jdarchive.org。 ハーバードで我々が展開しているこのプロジェクトは、国際的なネットワークを使って東日本大震災に関する資料を収集、保存、共有するためにできたものです。まあ、後でもう少し説明しますが、これら一つ一つの、まあ、この今の3つの団体とかネットワークとかプロジェクトが、これら一つ一つの組織のフォーカスは異なりますが、総合的に見ると、これら団体はよりグローバルな日本研究のインフォメーションアクセスの可能性を物語っています。グローバルな知識と情報の流れは、まあ、我々研究者や教育者では、にとって一つ不可欠なものです。そういった知識を生み重んじ教えるくせに、我々はどこかで情報の流れを当たり前に思っている面があるのではないでしょうか。まあ、本当は、情報交換のインフラ、まあ、インフラストラクチャー、まあ、特に国、文化、そして言語の領域にてのそれを
個人的にまたは今ご紹介しました団体スラッシュネットワークを通して提唱するのは我々、まあ、学者教育者の責任ではないでしょうか。まあ、世界はさまざまな分野において日本からたくさんのことを学べるはずです。ジャーナリズムをはじめフィクション、ノンフィクション、法律、経済、政治ももちろん、形式も書物、映画、テレビ、ブログ、データベースとさまざまです。しかしこれらはなかなか日本以外のオーディエンスにあんまり届けません。一方で漫画やアニメ、テレビゲームといったクールジャパンの参加に入るものは、まあ、日本から世界の隅々に行き渡っています。こうしたアニメや漫画は間違いなく日本の文化を広げる影響力を持っているでしょう。しかし日本には歴史と現代の分野において他にも豊かな知識があります。先ほども言ったように日本には世界が学べることがたくさんあり、日本はそれらを教える立場にいます。その中には宗教、哲学、文学、芸術、技術など歴史に富んだものもあります。そして他には突然で予想外のものもあります。そう、例えば東日本大震災の惨事、その中で人々の被葬者、注目となった政府の対応、原発や復興に関すること、すべてが世界の関心の注目となりました。311後の日本には世界の人々が直面する災害にきっと役に立つであろう知恵がたくさんあり、空間的に接近するグローバル社会はそれら知恵の 共有を可能にします。まあ、先ほどハーバード大学の JDA を紹介したプロジェクトの魅力の一つはデジタルメディアの可能性を使って本当の意味での people to people、 人と人の間でのインフォメーションアクセスを可能にするところです。JDA のコンテンツは何千人の利用者がボランティアとなって登録したり削減したりものであり、そして誰でも無料でアクセスできます。プロジェクトそのものはハーバード大学にサポートされていますが、その自体は国会図書館や仙台メディアテック、丸ごと311、NCC などたくさんの団体とのコラボレーションによって成り立っているのです。そして JDA プロジェクトのコンテンツは E メール、写真、政府の、リポート、 NPO や宗教団体のニュースレター、ビデオなど実に様々です。まあ、根本的には Born Digital Media だけです。まあ、今日までだけでもその資料の数は1万以上のウェブサイトを削減し、それらは、全て永久保存され、いつどこで誰でもがアクセスできるようになっています。まあ、今ちょっとパワーポイントのスライドちょっとイラストレートします。まあ、これは先ほど言ったようにこれはまあ大切な URL です。これはまあスプラッシュページ、まあ、イントロダクションページが、まあ、これは英語版ですが日本語版もあるんです。それからこのページから創作すれば、まあ、Explore とか創作を選んで、結構いろんなウェブサイトが自由にExplore します、されることができます。これは、まあ、釜石 のリポートのウェブサイトです。これは、まあ、NPO とか NGO の例です。これは Peace Boat Emergency Relief Operation という団体です。
それから、まあ、あの Facebook のいろいろメッセージもあの登録されていますが、これは、韓国語 の、 あのウェブサイトです。まあ、あの東北にいるあの在日韓国人 の、 あの記録です、記録です。それから、まあ、あのそれぞれのビデオ、まあ、YouTube とかあの、自分でできたあのものもあるんですが、結構あると思います。そして、まあ、もちろんあの、写真集も結構あるんですが、それはあの YouTube とか Flickr の、 あのつながりであのハーベストします。ごめんなさい。それから、まあ、ソーシャルメディア、これは、どこでしたかな、宮城県の東松島市のメッセージです。その、まあ、その日のメッセージですね。誰かが助けてください、お願いしますのような、非常に、まあ、文字通りには people to people のコミュニケーションです。だからこの、アーカイブの目的がその people's voices をあの保存する可能性もあるんです。まあ、それはあの、JDA プロジェクトの、 あの簡単な紹介の例ですが、もっと幅が広いことにちょっと入ります。もっと幅が広くて、英語で言えばあの Marketplace of Ideas という概念を使うと、世界の注目から言えば、日本は確実に不公平な分け前をもらっている立場にいます。このマーケットが、まあ、15、16世紀に帝国拡張し、自分たちの言語を世界のリンゴフランカと定めたヨーロッパ圏によりであるのは、まあ、言うまでもないことです。その上、100万人以上が話すとされる、まあ、十数の言語の中にもマンダリン、まあ、中国語を除く日本語を含めたアジアは見当たりません。それゆえ、いかにして日本で生まれる素晴らしい言葉、アイディア、文献、映画、まあ、データベースなどを世界に広げるかは、実に重要な課題であります。世界が日本の声を聞きたがっているのは確かです。果たして日本は自分の声を、海外にどこかけられる、できるのか。世界の先進国に比べ比較的少数言語である日本語を世界に発信する責任を負うのは日本です。まあ、残念ですけど、その責任は日本以外の言語にはない、不公平なものでございます。しかしながら、それは日本だからこそ果たせる責任ではないでしょうか。日本には独自のソフトパワーがあります。そのソフトパワーを日本のアニメ、漫画、ゲームをはじめ、だけど言葉、本、アイディアを世界に広げるスマートパワーに変えていくことは決して難しくはありません。まあ、だけど比べると、中国と韓国は国内の文化や情報に海外からアクセスできるように、デジタルインフラストラクチャーを活用し、スマートパワーを自分に、働かせています。教育者から見ると、アジアの言語だけを学ぼうとする学生は、まあ、ハーバード学生であってもごくわずかです。実際、アジアに興味のある学生は、まあ、映画、データベース、雑誌、テレビとか、はい、アジアについての情報を求めているのが大変です。
オンラインフルテキストのメディアが少ない。それから、情報は1秒でも早く空襲するために英語または英語のタギング、字幕、作品などでアクセスしたいというのが学生の本音ですでしょう。きっとスペイン、フランス、イタリア、ロシア、そして中国の学生も同じでしょう。デジタルエンターテインメントのソフトパワーでは日本が最も優秀な立場であったことは間違いありません。しかしこれからの日本はデジタルだけでなく実体性の持つ言葉、アイディア、そして文献へのアクセスと普及に力を注がなくてはなりません。これが今日本図書館関係者または出版社、そしてあの作者、いろんなあの情報インディストリーの人たちが目にしているインフォメーションフレームワークの課題です。そして、まあ、我々あの 国外の日本研究者、教育者を専門とする我々の課題は日本のスマートパワーをソフトパワーと同じようにアクセスしやすくする日本の努力を無駄にしないようにジャパニーズ・スタディーズを推進し、日本からのインフォメーションはボーダーレス、なんていうかな、無呼吸かな、information without borders、bibliothèque sans frontières な情報ネットワークにつながっていくことです。まだまだ話せるトピックがありますが、本日はここまでにしたいと思います。グローバルインフォメーションフロー、グローバルの情報流れについて私のアイディアに耳を傾けてくださりありがとうございました。どうもありがとうございました。あの海外からの日本に対する期待を感じ取っていただけましたでしょうか。それではあの最後に青木保先生にあのまとめを兼ねてお話を伺いたいと思います。青木先生もあのご紹介するにはもう経歴が非常に素晴らしいものがずらずらずらと長いものがありましてあのもういいとおっしゃっているんですが、もうあの皆様方もよくご存知の文化庁長官あのされて2007年から9年までされています。大阪大学人間科学科をはじめ、文化人類学の先生でいらっしゃいますので、この方ほどこう日本の文化とそれから全体的なこう日本の在り方を含めたことを語っていただける方はいらっしゃらないかと思います。あの文化力の時代を読みまして非常に感動いたしまして、青木先生にあのご登壇していただくことをお願いいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。あのご紹介を預かりました青木です。本日は素晴らしいご発表ご報告をいただきましてずっと感動し続けております。金先生のお話も非常に味があって素晴らしかったんですけども、この第2セッションでの横田川田さんの初めのお話から、あの西進先生のお話、それから新保先生、そしてベスター先生のお話、すべて、大変啓発されたと同時に興奮いたしました。非常にこう我々にとって我々日本人にとっても教訓があるというか考えなくちゃいけない問題がいっぱいあったと思います。それで、例えばね、オトマズキン先生がおっしゃったイスラエルでイスラエルは人口が700万人ということは大体日本の総人口の20分の1ぐらいですね。
それで日本語とか日本研究に関心のある学生400人、それから研究者35人、これ日本に関しますと大体、日本語に関心がある、あるいは日本に関心がある学生が8000人ぐらいでしょう。それからまた研究者700人、これね、日本で考えると見はね、イスラエルがどんな一的な国だということを私は、まあ、ここの数字だけでも感じますね。まあ、イスラエル出身の学者は世界中にもちろん活躍していることは事実なんですが、例えば今日本のアメリカ研究者あるいは中国研究者でそんな700人も、8000人も学生はやっておりませんし、それからもちろん700人の専門家がいるわけじゃありません。イスラエル研究者って今10人いないじゃないか、僕は知ってるのは5人ぐらいですけどね。このね、やっぱりイスラエルの東洋の一国である日本に対するこれだけの関心というのは、まあ単に日本だけじゃなくて中国に対しても、あるいはロシアに対しても、あるいはアメリカやヨーロッパに対してももっともっとあるんだと思うんですね。そういうことを考えますとですね、我々のまあアジアにおける、あるいは世界における今後の在り方というものに対して非常にこう刺激というか示唆に富んだお話だと思いますね。私どもも、東アジアの一角にある国として、こういうそのイスラエルのような知的な立国あるいは文化立国っていうものを図っていかないと、到底13億の中国とか、10億のインドなどのそのいわば新しい勢力の台頭に対して、かなり一個ないんですよ。軍事力とか経済力とか人口力とか領土力という点ではかなり一個ないんですね。私はまあむしろイスラエル的な生き方が一つ大きな参考になると思いつつお話を聞きました。また進歩先生のお話ではまさに中国と日本の間には、領土問題だけじゃなくて学術情報の問題が非常に大きな、問題としてあるということがよく分かりますが、この場合も確かに中国はいろんなことをやっていることは今のお話でも分かりました。そこには決して、適切なことではないことがいっぱいありますけれども、同時にですね、日本がいかにその面で不備かということが逆にその思い知らされる事例ですね。日本の図書館、大学図書館、早稲田大学はよくやってみたいですけど、一般的に言ってその図書館学もそれから図書館の情報整備、それからまあ学会その他の学術、まあ、グローバルの発信というかな、そういうものも非常に弱いんですね。ですから、確かに山中ノーベル賞の山中先生は、論文書くとすぐその内容を同時にこうインターナショナルな学術誌に発表して、確か IPS の発表の場合も、5分の差で、勝ったとかですね、それからすぐパテント化されますね、特許を取らなくちゃいけない。でそういうようなところについて我々は非常に劣っております。そういうインターナショナル感覚ほとんどないですね。そういうことを感じました。それからベスタ先生はハーバードのデジタルアーカイブについてお話になりましたが、こういうことをもう東日本大震災が起こった直後にから始めてるんですね。でこれも日本はそんなに、最初から取り組んでいるわけではありません。一部の問題はもちろんやってますが、で来月の12月の15、16と仙台市において、東アジア共生会議というものを行いますが、これは文化庁が主催するものですけど、ここでベスター先生をお招きして今日のお話の続きをしていただくことになっておりますそれで、そういうことなんですけど、私個人の体験から言いましても、例えばその先ほどの、これまでのお話を聞いてまして感じますのには、1960年代に初めて私東南アジアに行きました。もう50年近いですけど、タイその他に行きました。タイにも長くおりましたけど、その時はですね、日本のイメージっていうのは基本的には戦争の国です。ですから北タイの方の雲南地方に続くような大きなジャングル地帯がありますけど、もう広大なる地域が山とジャングル森林の地帯、そこにさまざまな少数民族の方たちが住んでおりまして、大体その中国の南部とそれからミャンマー、今のミャンマー、ラオス、そっちにこう横たわる大国境地帯ですが、そこに行きますと少数民族の方の村に訪ねますとですね、村長さんができて突然コラッと言って、ね、コラッとかバカだれとか言われるんですよ。びっくりしてですね、こうなったんですが、それは実はその戦争中に日本軍がその辺に滞在、まあ駐留していて、でビルマ戦線に行くために大体タイの南部にいたんですね。でその人たちが、その日本の兵隊さんたちがその少数民族 の, その村長さんなんかの若い時に教えたみたいな、そういう言葉ばっかり。
それでそれだけ覚えてる。だから別にタイがあるわけじゃないんですけども、日本人だって聞いて、そういうバカタレとか懐かしげに逆に言われて、こっちはひっくり返ったんですが、そういうことがあります。それから70年代にいた時には、日本のもうデパートから自動車まで、もうあらゆるものが、日本の経済的なものがタイにあふれておりまして、反日運動が起こると。日本は経済大国、あるいはエコノミックアニマルと言われてたような時代でありまして、学生チラロン君とか多摩サット大学の反日運動、学生デモがバンコクでありまして、日本の政治家の方がいらして立ち往生したようなこともありました。それは大体70年代ですね。で、私も大体その辺で2年とか3年とかいたことあるんですけど、そういう時代で、これは経済侵略、まあ、いい言葉では経済大国の時代、タイにとってはまあ経済侵略だというようなことを言われた時代であります。それが90年代の後半以降ですね、現在に至るまで、バンコクに今年も行っておりましたけども、行きますと大体まあ30代か40代ぐらいの人たちとまあ会うとですね、みんなニコニコして、日本といえばもう非常に友好的に接してくるんで、初めての人にも。でどうしてかと思うと、こういう人たちみんなその日本のアニメ漫画で育った人たちばっかりで、日本といえばもう戦争でもなければ経済でもないで文化なんですね。で今のまさに最初のクールジャパンの時代に入って、日本食だけじゃなくコスプレからないから、みんなですね、タイでは、まあ、東南アジア大体一体そうですけど、中国でもそうですけども、そういう時代になりました。そういう点では、タイに滞在して非常にこう私どもも、まあ、気持ちがいいというか、ある点では友好的に文化のイメージで接してくれるという時代に、まあ、なってきたと思います。ですからこのクールジャパン現象というものが、今日のご発表でもありましたように、いろんなふうに、まあ、政治とはまた違った形で日本のイメージというものを植えていることは事実であります。でこれをいかにこう、むしろ日本側が、日本の我々がこれをこのもっとこうきちんとしたイメージとして世界に伝えていくかというのは、今日のシンポジウムの大きな、我々にとっての一つ の責務といいますか、義務として感じられるわけです。ただ文化というのはそう簡単にその義務としてやれるものじゃなくて、まさにクールジャパンも戦後日本の社会というものが、自由主義体制の中でやってきましたけども、世界でもまれに見るような、いえば平等的な社会空間というのを作り出した。つまり私よく中間社会と呼んできたんですけども、ラグビーボールのような社会で、富裕層は薄いし、それから最貧困層も非常に薄い、まあ、みんなが同じ中間層の人間の社会であります。でこれは今世界が、中国でもどこでもこういう社会を本当は作り出したいんですね。だからロシアも中国も、あるいは他の国も革命でもできなかった社会を我々いつの間にか作り出してた。でそこで作り出したそのポケモンから何かドラえもんから、そういう漫画とか、あるいはアニメとか、あるいはそこのコスプレ的なものとかですね、が、まあ、回転寿司とかですね、そういうものが世界中に受け入れられたのは、そこの中間社会の平等性っていうものが、その日本の文化に、現代文化に反映されているからです。でそこはどうしてかというと、我々特に宗教色が強いわけではない、民族色も強くない、それから何か、国家主義というものも弱い、強くない、何か非常にこう宮崎駿さんのアニメを見ても分かるように、その主人公はもうに日本人でも何でもないような人が出てくるわけね、イメージとして。から、まあ、それから霊も、それから、動物も一緒にやりますからね。これは村上春樹さんの文学も通底してますけど、このそういうものですから、例えばイスラム圏でも入りやすいし、もちろん他の国においても、欧米だけじゃなくてアジア諸国においても抵抗なく受け入れられて、みんなに喜ばれるという、そういうものを、まあ、引きせずして第二次世界大戦後の日本は作り出したわけです。でこれを、まあ、一番我々が日本人、中にいる日本人が一番よく分かってないような感じが、それ外に行って感じるのとの落差というものを感じますが、今ベスト先生のお話もありましたように、まあ、日本というのはそのこれからそういうものをこういかにこうきちんと実体的なものとしても、世界に伝えていかない、世界に向けて発信していかなくちゃいけないかというのは大きな課題だというふうに思います。まあ、NCC のようないわば、団体がですね、それこれだけの、大きな活動をされているということも、日本生まれではそれもありませんし、まあ、日本はもっとこういう NCC にと同じようなものを作り出す必要がありますね。まあ、川田さんのお話を聞くといつもそういうことを感じますが、
まあ、スマートパワーというものを作れとおっしゃいましたけど、確かに我々はもっとその中国やインドの、まあ、超軍事大国というものと同じレベルで対抗することはできません、アジアにおいても。まあ、我々はむしろそのスマートパワーというものを活用して日本の存在意義というものを世界に知らせるべきである。まあ、それが逆に、クールジャパンがいろんな経済的な利益も日本にもたらしていることを考えると、日本の今後の大きな生きる道だというふうに改めて感じます。ともかく21世紀に入りましてから、日本を取り囲むアジアの国際文化環境は一変いたしました。20世紀ではなかったようなことがいっぱいあります。例えば韓国語のドラマとか映画とか、これも日常的に今の時間、まあ、BS チャンネルとか必ず韓国語でハングルが聞こえますね。このは20世紀全くなかったです。私20世紀で韓国映画を見たのは1本だけ、8月のクリスマスというのを1998年頃見ましたね。これリメイク、日本映画としてリメイクされてなかなかいいものでありますが、まあ、いずれにしてもその中国語の映画もテレビドラマもしょっちゅう上演されたり行われたりします。こういうことを考えてもですね、全く20世紀とは違った環境ができた。でこれについて我々はどういうふうにこう対応していくかというのは非常に大きな課題だと思います。クールジャパンと言われていても、それはいつまで続くかというのは、まあ、そういう疑義を呈す記事も時々出てきますけれども、やはり日本ではこの図書館人材だけではなくてですね、まさにこういうクール文化創造を行う人材の養成もなかなか難しいのが現実です。それから、学術的な研究をする人たちの、若い人たちの可能性というのも非常に狭くなっていますね。で先ほどの山中先生の研究所では、ほんの1割足らずの人が、まあ、正規といいますか、一応そこでずっとやっていける研究員で、他はみんな3年とか5年の研究員ですね。これは、まあ、実は美術館も同じなんですけど、こういう問題をどういうふうに解決していったらいいかというのは、やはり、まあ、その人のやる気が、日本人のやる気がどうもそがれている現象が非常に多い。まあ、昔のようにですよ、例えば大学で助手になると講師、助教授、教授となって、まあ、居座るというようなことは、それはまあ僕は全く反対なんですけど、やっぱり能力的なそのある種の機関を設けて業績評価というのはあるべきだと思いますが、逆に今みたいに変な形でこういわばそれがこう日本的にこう定着しようと、非正規職員とかそういう形でね、安易にこう5年いるからまあいいやってなことで、雇う方もそれから雇う方としてはどうしたらいいかという問題について、あまり社会も政治もあるいは世の中もまあちゃんと考えてないのが大きな問題だと思いますが、こういうその新しい国際文化情勢の環境の変化の中で、改めて今日のようなお話を聞きますと、我々がまあどういうことをやっていかなくちゃいけないかということもいろんな示唆を受ける感じがいたします。まあ、日本の文化について非常に世界的、特にヨーロッパを中心とした世界的な評価が高まったのは19世紀の終わりから20世紀の初頭にかけての、まあ、フランスの特に19世紀のパリの万博あたりを契機にしたそのジャポニーズ運動というのがありまして、これはですね印象派、特に日本人が大好きな印象派の画家たちに大きな影響を与えました。この間最近もフランスのテレビがパリで行われたその日本関係 の, その展覧会でゴッホの絵に対する、まあ、北斎とか浮世絵のですね、影響っていうのがいかに大きなものであったかということを、まあ、NHK の朝の7時のニュースみたいなああいう番組で非常にゴッホの絵とそれから北斎の絵を比べながら紹介する異例の紹介をやっておりましたけども、そのジャポニーズ運動は、まあ、いろんなこと形で日本というものが世界に存在するんだということを大きく伝えたわけですね。でこれはもう非常にありがたいんですが、まあ、先ほどの横、お話ではないですけど、それはあくまでも芸術家とかあるいは一部の愛好家死の後に変わるそのジャポニズムだというので、アーティストとか上流社会の人たちとかですね、そういう人たちが関心を持った。それでそれはそれでもう歴史に定着されておりますが、まあ、それに対してクールジャパンはですね、分かりました。あれまだ10分というの、10分ある、もうないということ、10分もだ、もうやめようと思ったんだけど、すいません、
まあ、そういうあくまでもそのジャパニーズの場合は、まあ、アーティストとか上流社会とかそういう東洋趣味とかですね、そういう人たちに訴えたものでありました。それ自体はもう非常にこう重要なことでありまして、まあ、日本といえばまずジャパニーズム、モネやマネ、あるいはゴッホとかね、ゴーギャンにもね一つ大きな絵があります。その日本のセンスなんかが描いた絵がありますしね、まあそういう時代だったんですね。ですけども、それ現在のクールジャパンは、まあ、先ほどご紹介あったように、まあアニメ漫画を中心にして、まあ、生活、日本の生活文化への関心が非常に高いということですね。これは非常にありがたいことであって、まあ、異文化っていうものはどうやって理解するかというと、やはり基本的には我々はまあ翻訳とか、あるいはテレビの番組とか、あるいはその、何か芸術表現みたいな、あるいは映画とかそういうもので見てるんですが、見ているだけなんですけれども、そういう部分的なものと、それからそれを超えてその人たちが、異文化を持っている人たちがどういう生活をしている、どういうものを食べているとか、そういうことに対する関心に広げていくことが実は相手を理解する基本だと思います。でそれについて、まあ、じゃあクールジャパンの与えた影響はですね、非常に、日本の、まあ、現在というものをある程度知らしめる、そういう役割は非常に高いので、単なる文化現象だけではないと思います。面白いんですよ、ミャンマーって今、今オバマ大統領が行って有名になりましたけども、私が90年代の終わりとか20世紀の初め頃に数回行きましたけども、ヤンゴン大学行って、ヤンゴン大学の学生さんがバーッと女子学生とか男子学生も数人が取り囲まれてですね、これどんなこと聞かれるかといったら、いや今渋谷はどうなってるかとかね浜崎あゆみの新しい歌は何があるんだとかで、僕こっち全然無知猛舞でしどろぼろぼろになって、10ぐらいの質問がバババババ飛んできてですね、もう、まあ、ヤンゴン大学は半分閉鎖されてますし、ね、政府によって、それから当時は全く情報的な経済的な、まあ、制裁国でもある、もちろん情報的にも閉鎖的な空間ですが、今の若い人たちはみんなインターネットでそのいっぱいみんな見ているわけです。ですから情報というのはそういういろんな形で今外にもういつの間にか伝わっているわけです。それは先ほどの新保先生のような悪い例もありますが、芳しくない例もありますけど、同時に、世界の津々浦々で、日本に対して関心というものが増えて、特に渋谷はまあ若者の街とか一頃ね言われて、渋谷文化なんていうことが言われてその頃だったんですけど、そういうことを聞くもんですから、みんな行ってみたい行ってみたいということでした。まあその中の一人はもう東京大学に留学しに来た人がおりますけども、ヤンゴン大学の学生がおりますけども、まあこれからますますそういう学生諸君も留学生も増えてくると思います。この間9月今年はまあ8月のちょうど中頃に韓国に行って、招待公演ですけど、広州市でアジアフォーラム、文化フォーラムってありまして、そこで公演をいたしました。その時ちょうど竹島問題が盛んな時で、そこで最初にオープニングの挨拶をされた文化大臣はですね、韓国の今の大統領と一緒に竹島に上陸された方で、後でニュース見たらそう出ててびっくりして、その時は握手した時は知らなかったんですけど、それでも私500人か500、600人ぐらいのところで、まあ英語で講演をしたんですけども、もうみんな立ち上がって拍手してくれるぐらいの友好的な雰囲気で、一言もですね竹島問題とかそういうことについては聞かれませんでした。まあ、まあ私もそういう、まあ、東アジアのことについて、文化の新しい状況についてお話をしたんですけど、そういうことはなかったですね。それからクワッドはですね、8月の28日から9月の3日まで、中国北京の社会科学院で、日中国交修復正常化40周年記念のシンポジウムというのがあって、その3日3回出ましたんですが、最初は、まあ、中国の外務大臣をやっていた東華線という方が講演をされたり、ちょうど日本の丹羽大使の車が、まあ、何か、ハイウェイで停止を食らって国旗をね、日本国旗をもぎ取られたというのは事件があった後でありました。それで、東華線さんも、あれは良くないというようなことをお話しましたされましたけども、そういう時でもその、まあ、文化交流とか学術交流のレベルでは、全然その、たくさんの聴衆の前でお話をしたりですね、いろんな人が行きましたけど、全く問題はなかったです。
それから9月1日には北京の国家大激震というこの天安門広場の隣にこう湖の上からガラスの屋根だから出てですね、それでその下に、アジア最大のオペラハウスとかコンサートホールとかそういうものがある一大その文化施設なんですけども、そこで NHK 交響楽団のコンサートがあって、それも 99% 中国人の聴衆で、これも結構高い100元ぐらいしますから、もうえらい高い、私は行きましたけど100円払うのちょっと嫌だって書いてて、どうにも超満員でですね、しかもサーチェンという中国のバイオニストが N 響とチャイコフスキーのバイオリンコンテンポをやったり、あと、まあ、N 響が竹光とかそれからチャイコフスキーの作品をやったんですが、もう終わったらみんな熱狂してですね、スタンディングオベーションなんですね。ですからこういうようにそういう時期であって、まあ、いろいろと反日デモなんか起こる頃だったんですけども逆にその影響の演奏会にそれだけのお金払って、2000人ぐらいの人が来て見に来てくれて、しかも拍手する、でこういう時代でもあるんですですから文化交流というものは、まあ、確実に、まあ、いろんなレベルで今行われておりますけども、やっぱり文化交流の根というものを絶やしてはいけなくて、逆にそれから帰ってきて、京都やそれから東京芸大とかいろんなところで日中国交正常化40周年のシンポジウムその他に呼ばれましたけども、そういう時はもうほとんどもう中国からは誰も来なかったですね。東京芸術大学でアジア芸大アジアサミットってやってて、アジアの芸術大学ですね、学長さんを集めてのサミット会議なんですけども、中国からまあ5校ぐらいの芸術大学から学長さんが来る予定だったのに誰も来なかった。だから京都でやったシンポジウム、私と一緒に講演する予定だった上海の方も来なかったし、中国はもう全面的に文化交流のレベルにおいて もう向こうから来ることはまかりならん、出席することはできないというような状態で、これは非常に不幸だと思います、まあ、いろんな問題があることはご承知の通りですけれども、そういう時であるからこそ文化交流というものをやって、お互いにその、まあ、音楽を聴いたり、あるいは語り合ったり対話をしたりということを絶やしていけないし、少なくとも我々はですね、そういうものを継続していく、どんな状況にあっても継続していくというような、やっぱりしっかりとした意思を持って世界に向かっていかなくちゃいけないと。で今日のいろいろと下に飛ぶお話を聞いていて、私も大変啓発されたし、また非常に興奮もいたしました。で今後、まあ、こういうNCC、アメリカとの関係はますます重要になってくると思いますし、こういうもっとアメリカのとの文化の関係もですね、まあ、改めて総合交流的に やっていければいいと思います。私、まあ、もう70過ぎてるんですが、戦後育ちですから、結局最近思うには、一番その自分はいろんなものに興味があってきたんだけども、やはり文化的に一番影響を受けたのは、やっぱり現代アメリカ文化。これはもう私はジャズ教と言われているジャズクレイジーなんで、ジャズがそうだし、それからもちろんヘミングウェイ、ダシエル・ハメットとかハードボイルスタイルの小説、それからビーツはですね、エドワード・ホッパーが大好きで今パリのグランパレでエドワード・ホッパー展やってるんですよ。で、まあ、1月に行こう、自腹を切って行ってこうと思ってるんだね。エドワード・ホッパー展は今 の上野のメトロポリタン美術展でも1点か2点来てますけども、全部見れるなんてめったにないですね。シカゴの美術館にあるナイト・フォークスとか、ああいうのは絶対もうアメリカのお宝で出してくれないんですよ。で実は私今美術館のことがあって、美術館でもやりたいんだけど、なかなか難しそうだからパリ行ってみていこうと思ってますが、まあ、そういう意味ではハーバード大学にも、まあ、大変お世話になりましたし、私の、まあ、自分の個人の形成の中で実はその1965年ぐらいから東南アジア行ってたベトナム戦争の大時期ですから、それについてはいろいろと私の反米的な感じを持ってきたんですが、逆にアメリカはそういうアジア政策はそんなにうまくいってないと私は思いますが、日本政策についても問題があることは事実、沖縄問題も含めて米兵の問題なんかだけど、それにあまりあるというかがやっぱりソフトパワーというかね、アメリカ その大学、ハーバード大学の恩恵は忘れませんという自分を作ってくれたという感じがするけど、そういうものとかハリウッドの映画とか、まあ、いろんな両面はありますけれども、そういう文化によってやっぱり世界中の人はやっぱアメリカ行きたいと思う、アメリカが好きだというのはあると思うんですね。ですからイラクでもイラク戦争の時でも
あのマーケット行くとあのマーケットのにあのアメリカのハリウッドの DVD が売られてたっていう形でことがどっかのレポーターに出てましたけども、まあ、そういうような文化アメリカはむしろ文化力で、まあ、持ってる部分が非常に多い、まあ、もちろんデモクラシーとかいろんなオバマ大統領の存在そのものがソフトパワーですけどね。だけども同時に我々今アジアの中の日本と思うとやっぱり日本というのはそういうある点では、まあ、アメリカみたいに巨大なものではありませんけどもそういう文化今のクールジャパンといった現象をもっと日本の中心部に据えてそれをこうより創造的にでアニメ漫画をその作る場合も単にその日本人だけでやれるともうそういう時代じゃありませんからいろんな人材をそういうハリウッドがやってるみたいにですね世界中からあるいはアジア中から集めて日本で発信のもクールジャパン的な文化を作っていくような時代になってきたと改めて感じます、今日はどうも本当にありがとうございました。失礼いたします。青木館長、多岐にわたるお話、そして、あの青木館長ご自身がお受けになったあの感動がこちらにも伝わってきたような内容だったと思います。それでは今からディスカッションちょっとあの長丁場で皆さんあのお疲れかと思うんですけども最後ディスカッションで、締めたいと思いますので、まあ、移りたいと思うんですけどもその前に、お配りしました、記入用紙を回収いたします。係のものが、回りますので、その際にお渡しください。それではあの登壇者はもう一度ステージの方に上がっていただけますでしょうか。あとおじろさんも、いらっしゃ ありがとうございます。皆さん長い間ありがとうございます。本当にいろいろ多面的に面白い話が聞け、青木先生を興奮させたことすごく嬉しいです。あの私実はこの会議の宣伝文を書いているときに、プレスリリースを書いています。最後の文句が英語で I make you hot っていうふうに書いたんですね。でそしたらこうちょっと興奮してもらってあの新聞社の方がドッと来てこういうあの大切なあの問題点を、日本中に広めてくださるかなと思ったんですが本当に嬉しいです。一つすで、にあの質問が来ておりますので、ニシム先生にお伺いしたあの、日本がこれから知的立国としてあの例にしたいイスラエルのことなんですが例えば学生にどんなことを具体的に教えていらっしゃるのかということです。はい、ありがとうございます。実はあのこれについて話そうと思ったんですけど時間がなかなかなくてでも質問ですね。あ、これですね。まあ、イスラエル人の、まあ、日本の専門にしたイスラエル人の学生は、まあ、ほとんどは最近はポップカルチャーから入ったんですね。なんか日本のアニメとか日本の、漫画が好きで日本学を選んだんですね。ただうちの大学では、日本のポップカルチャーの授業はありません。だから例えば日本のポップカルチャーはもっと知りたいなら日本の歴史から始まって日本の歴史とか日本の文化とか日本の社会とかを勉強してください、まあ、もちろん日本語。だからここに書かれたまあ、リストがあるんですけどそれは去年 のうちの学科で提携する授業ですね、まあ、日本の、政治とか日本の、歴史とか、自由民主主義国家としての戦後日本とか日本の美術とか日本の美術入門とか、まあ、あともちろん、ね、日本語の授業も、あります。リーディングライティング日本語会話とかあと今年は初めて今年の12月2日に日本語能力試験が行います。今年は70人も登録しましたんですね。だからなぜ登録したというのは、まあ一つは
チャレンジですね、自分の力を知りたいんですね。あとは、いつかで日本にいてもうちょっと日本語うまくになるように欲しいんですね。だからそれは授業ですね。例えば あとポップカルチャーに興味がある学生は、自分の自由時間でうちの大学では日本っていう学生クラブがあります。あそこで、普通はイスラエルの大学ではクラブ活動はアメリカとか日本みたいにクラブ活動はありません。ただ日本というクラブが学生が作って、あそこでアニメの、アニメのディスカッションとかアニメの映画を見たりとか、あともう一つ の面白いプロジェクトを紹介したいんですけど、それです。うち の学生がエルサレムにある高校にいて、あそこで1時間日本のことを話します。入門なんですけど、なんか日本はどういう国とか少し日本語の言葉も教えたり、あるいは、日本の歴史とか少しイメージを見せたり、それは高校生の前でですね。あと日本語の授業とか、いつかでこの高校生は卒業して大学に入る時に、日本学に、選ぶ、可能性が高くなります。あと、大学、そう、あと、学生会議、毎年の夏休みの時に日本から中東クラブに参加する日本人の学生がイスラエルに来て、うちの学生と会議をやってます。あともちろん日本の文化とか、これです。ありがとうございました。さまざまな今日のコメント発表なんですが、日本の情報発信に関わることですので、特別ゲストといたしまして、情報学国立情報学研究所の小城情報学基盤次長の小城浩一さんに来ていただいていますので、小城さんの方からお話を伺いたいと思います。
ちょっといいですか、ごめんなさい。こっちの方にやってみます。そうですね、はい。あのいただいた質問の中で、あのベスト先生とニッシム先生というかオートマスキン先生、あのジャパンスタディーズ の, あの研究資料の中でどんなものがプライオリティとしてあるんですかという、Is there any priority in required materials in Japan studies? と英語できています。ですね、あのプライオリティとして、まあ、もちろんあの、まあ、研究者とか教育者によって違いますが、あの全体としてね、あの、まあ、データベースでしたら、まあ、時事問題とか、あの、まあ、時事、まあ、問題だけじゃなくて時事のトレンドとか、あの今現在あの日本の社会の中でどういうトレンドがあるかというのは非常に大切だと思うんです。私、うん、はい。うん、まあファクトだけじゃなくて、何でしょう、あの、まあ、パブリックオピニオンとか、あの、ルーマーでも面白いです。だから、まあ、あの私自身があの、まあ、現在日本社会と現在文化の講義で、あの、まあ、一つのアサインメントは毎日、日本の新聞を読む、
ことです。まあもちろん日本語の新聞じゃなくてオンラインの朝日新聞とか、毎日デイリーニュースとか、毎回みんなが一つの記事を選んで、ゼミで説明する、または相談して、だけど大体バックグラウンドが非常に難しいですね、取るのは。ただその記事だけで、あ、これは面白い事件でした、だけどそのバックグラウンドは何でしょうかと、僕も知らないんですね。ケンブリッジで座って、あんまり日本の社会が毎日何をやってるのか分からないんです。だからそれは一つのプライオリティですが、もう一つのプライオリティは、もっとそれはデータベースの問題じゃなくて、例えばですね、映画とかテレビが字幕があればすごく人気になる可能性があると思います。生徒だけじゃなくて一般人が今現在の日本の映画が見えるようになればすごくポピュラーになると思いますが、中国とか韓国の映画と比べると、アメリカで手に入れる日本の映画がめったに少ないんです。だからもっと、まあ、ポップカルチャーインダストリーがもっと積極的に何でしょう、アメリカのマーケットとかヨーロッパのマーケットに攻めていいかもしれないんです。申し訳ございません、ちょっとお時間がないので、次西武さんお願いいたします。はい、まあ、大体同じだと思いますけど、まあ、一つは日本の新聞ですね。日本の新聞、毎日まあ、ヘバヤ大学では、まあ、読み出すというのは1874年から の読売新聞を読めるようになりました。そこで、まあ、いろいろなデータ集まって、例えばキーワードで探して、それは研究にはとてもいいツールですね。あともう一つは日本人の研究者が書かれた意見とか書かれた本は、書かれた記事は、それはとても大切です。例えば、ね、今 の、米軍と沖縄問題について、まあ、英語で書かれた本はたくさんありますけど、でも日本人が日本語で書かれた本とか意見もたくさんあるから、それは知らないといい研究にはならないと思います。だからそれはもう、大切です。どうもありがとうございました。それではこちらの方、お待たせをしておりました、テクニカルイシューが解決されたと思いますので、小次郎さんに、改めまして、お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。長らくお待たせいたしました国立情報学研究所学術基盤推進部の小次郎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。少しお時間をいただきまして、NII のコンテンツ事業について本当に駆け足で、紹介をさせてください。もうすでに皆さんご存知の方も多いかと思うんですが、NII の歴史ですね、歴史を振り返ってみますと、昭和51年に、発足した東京大学情報図書館学研究センターと、こういうセンターにまで遡ることができます。で、このセンターというのはですね、実は、東大の、総合図書館の中に、このセンターを置かれておりまして、で NII というのは、そもそもの、最初からですね、こう大学図書館とは切っても切れない、縁があったわけです。でまあ、その後、文献情報センター、さらには、学術情報センター、ナクシスですね、と変遷していったと。でその後平成12年に、国立情報学研究所ということで、ナクシスは廃止されて、研究所として、生まれ変わったということになります。で、平成16年に、NII もですね、他の国立大学と同じく法人化をされまして、大学共同利用機関法人と情報システム研究機構、その中の一つの研究所として位置づけられて今に至っているということであります。
で NII の、ミッションなんですが、2つ、大きなミッションを持っておりまして、で1つは、情報学に関する、研究拠点として、まあ、研究、教育を行うというミッションですね、まあ、研究所としてのミッションが1つあります。でもう1つ、あの右の方に書いてある、事業というのがありまして、これは、学術情報の、流通のための基盤整備を行うという、そういう、ミッションも持っています。で、この2つのミッションをこう、言ってみればその車の両輪のように、こ うまく有機的に組み合わせて、やっていこうというのが、NII の、特徴、大きな特徴になっているわけです。で、私が所属している、学術基盤推進部というのは、あの右の方の事業の方を担当している、部署でありまして、大きく3つ柱を立てて、学術情報の流通基盤の整備というのを行っていると。で1つが、ネットワークですね。あの皆さんご存知のサイネットっていう日本の、学術情報のネットワークを作って、それを、運営していると。でもう1つが、まあ、今日のお話と関係する、コンテンツに関する事業ですね。であと最後に、教育研修の事業なんかも行っていると。でこれがですね、NII のコンテンツ関連事業の、全体像ということになります。あのこうごちゃ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 いろんなサービスがこう乱立していて、何が何だか分かりにくいんですけれど、こう NII の、コンテンツサービス、コンテンツ事業というのを一言で言い表しますと、大学の、教育や研究にとって不可欠な、学術情報を確保すると、あるいは作ると。でそれに、何らかの付加価値をつけて、発信していくと、外に発信していくと、提供していくと。でそのための、基盤整備であると、基盤作りであると言えるかと思います。で NII の、 あのコンテンツ事業の役割っていうのを大きく3つに分けて少し整理してみますと、まずデータプロバイダーとしての役割っていうのがあると思います。これは、コンテンツを作る方ですね。作ったり、確保したりするという方の仕事です。それから2つ目がサービスプロバイダーとしての役割というのがあって、こちらは、そのコンテンツに付加価値をつけて、提供していくと。でさらに、支援機関としての役割があって、これに、研修とか、あと委託事業と言ってるんですが、あの図書館とか学会を、こうサポートしていくような仕事があると。まあ、こういった、NI のコンテンツ事業というのは3つの役割にでから見ることができるかと思います。でその具体的なコンテンツに関する事業のほんの触りの部分だけ簡単に紹介します。でまず、ナクシスキャット ILL ですね。これはもう今から30年ぐらい前ですね。1985年から運用を開始して、それ以降順調に成長して、2007年平成20年の6月に図書と雑誌の所蔵を合わせた件数というのが1億件を突破しています。で一方 ILL の方なんですが、あの右側の下に ILL の件数の推移のグラフがありますが、こちらはですね、電子ジャーナルの普及に伴って、だいたい平成17年ぐらいをピークにして、減少傾向にあるということになります。であとその、ナクシスキャットのデータのこう、提供公開の仕方なんですが、これまではウェブキャットというサービスを通じてこのキャットのデータが検索できたわけですが、このウェブキャットの、後継のサービスとして去年の11月からサイニーブックスというのを公開しています。で、それに伴って来年の3月にはですね、ウェブキャットのサービスというのは完全に、終了をしたいと思っています。で皆さんの、図書館でもサイニーブックスへの、移行というのを進めていただいていると思うんですが、まだの図書館は、なるべく早くサイニーブックスの方に移っていただきたいなと思います。でこの、
サイニーブックスの機能なんですが、基本的にはこれまでのウェブキャットでできていた、いろんなことが、全部サイニーブックスでできるようになっています。でそれに加えて、新たな機能といたしましては、所蔵情報ですね、図書雑誌の所蔵情報からの、検索というのができるようになったと。図書館の ID、 これは、キャットでいういわゆるFA 番号というやつですが、それとかですね、図書館の所在地域ですね、それで検索することができるようになっています。あとそれから検索結果から、それぞれの図書館の、OPAC に、直接リンクすることができると。でそこで、その OPAC を検索して、詳しい、資料の所在場所を確認したりとか、あとその本が貸し出し中かどうかっていう、そういう情報まで、細かな情報まで、OPAC に飛んで確認することができるようになっています。であと、いろんな、その API を提供していますので、それを使っていろいろな活用ができるようになっています。これが CAT IRL で、あと基幹リポジトリに関する、事業なんですが、この10年ぐらいですかね、図書館と、連携して基幹リポジトリを通じて、大学で生み出された、いろんな、知的生産物を収集保存し発信するための活動というのをこの10年ぐらい、ずっとやってきました。で、NII のその具体的な支援事業なんですが、平成17年度から大学図書館と契約を結んで、基幹リポジトリの普及を進めるための財政支援というのを行ってきました。で実際にその何がしかのお金を図書館に使ってもらうという形の支援を、いわゆるファンディングですね。あとその他そのメタデータのフォーマットを作ったり、基幹リポジトリのコンテンツを横断的に検索するジャイロっていうポータルを作ったり、サイニーと連携したり、いろんな、サービスを行っています。で、こういったその、NII の支援、それからもちろんその各図書館の、努力によってですね、この10年間で基幹リポジトリを持つ機関の数というのは急速に、伸びてきています。だいたい今に250ぐらいの大学等がですね、日本で基幹リポジトリを持っていると。で、世界の、状況なんですが、日本は、その第4位ということになってますが、これ実質的にはおそらく、アメリカに次いで、世界第2位の数のリポジトリを持つということで、その日本はその世界の中でも、そのリポジトリの先進国といって、言い過ぎではないと思います。あと中身のコンテンツなんですが、本文を持っているコンテンツの数というのを数えてみますと、これは、今年7月末の数字なんですが、100万件、全体で100万件を突破しています。で、学術雑誌に掲載された論文ですとか、学位論文とか大学の起用の論文などなど、さまざまな、コンテンツが蓄積されていると。で、その、日本のリポジトリに蓄積されたコンテンツをこの、ジャイロという、検索のポータルを使うとですね、全て一遍に横断的に検索することができます。で、というわけで、基幹リポジトリに関してはかなりの成果を上げてきているんですが、いくつかその、課題というのもありまして、例えばその設置率というのを国公私の、大学ごとに、見てみますと、国立は、9割を超える大学がすでにリポジトリを持っていると。でこれがですね、公立になると、26% ぐらいになって、私立だと全体の 16% ぐらいになるということで、これやっぱりまだまだ、普及の余地があるなということで、なんとかしなければいけないということで、NII で今年度からこう自力でなかなか、リポジトリをこう立ち上げるのが難しい大学に向けて、いわゆるそのリポジトリのクラウドですね、ジャイロクラウドと呼ばれている、こういうサービス を開始しています。で、目標としては
平成27年度までに、さらに新規で、200機関ぐらいの、機関にこの、ジャイロクラウドを使ってリポジトリを立ち上げてもらおうかなと。でそうすると全体で、400を超える大学がリポジトリを持つと。ということは、博士の後期課程を持っている大学がこれで、ほぼ、カバーできるということになります。で、ジャイロクラウドで次にサイニーですね。そろそろ、はい、そろそろ、はい、サイニーなんですが、サイニーについてはもう皆さん、よくご存知かと思います。日本を代表する、論文情報サービスということで、今ですね、合わせて、1500万件の論文が、検索できるようになっています。でただ、先ほどその辛坊先生の話にもありましたが、問題なのはその中でその本文にたどり着ける論文というのが、約400万件ぐらいに落ちちゃうわけですね。ですから、まあ全体の3分の1ぐらいしかこう本文にたどり着けないと。でこれがまあ大きな課題になってくるわけです。であとはその NII コンテンツに関して、まあ、いろんなサービスやってるんですが、大体そのどれぐらいの数のスタッフで、やっているか皆さんお分かりになるありますか。100人ぐらいでやってると思う人いない。50人ぐらい、若干30人ぐらいですか。20人20人っていうとかなり多いですね。で実態はですね、 10人で、フルタイムのスタッフ10人で、さっき全体像をご覧になっていただいたいろんな、サービスやってます。でとてもそのやっぱりその図書館 NI のスタッフだけではああいったサービスは維持できないので、大学図書館と連携しなければいけないということで、正式に、一昨年協定書を結んで連携を強化しようということでいろんな取り組みをやっています。この連携の枠組みの中で、ジャスティスという大学図書館コンソーシアムも生まれたということになります。で最後に、その今日のテーマと少し絡めて、まあ、いろんな課題あるんですけれど NII の課題というのを3つほどまとめてみました。一つは、メタデータですね。メタデータの公開というのをもっと進めなきゃいけないなと思ってます。CAT のデータとかサイニーのメタデータとかジャイロのメタデータとか、もっとグローバルに、公開していきたいなと思ってます。であともう一つ大きな課題というのがやはりその、サイニー、これ特にサイニーなんですが、こう本文へのやっぱり到達率っていうのをもっと上げたいなと。1500の論文が検索できるんだけどそのうち、400万の論文にしかの本文にしかアクセスできないっていう状況をもうちょっとやっぱり改善する必要があるなと。であとサイニーのサービス無料で利用できるサービスもかなりあるんですけれど一部その有料のものがあります。でその時の、その価格体系ですね、料金体系っていうのが複雑で分かりにくいと。これその説明する我々の側もですねなかなかサイニーの価格体系というのは説明しにくいのでもうちょっとすっきりしたものに、変えたいなと。あとはその受け入れやすいライセンスですね、利用許諾契約というのを作っていかないといけないのかなと。で今はですねサイニーについてはそのライセンスじゃないんですね、厳密に言うと、利用規則なんですね。サイニーの利用規則っていうのがあってそれに従って使ってもらうと。で、まあ、要するにその構図はですねそのお上が下々の人たちに使わせてあげるっていうその思想なわけですね。でやっぱりそれじゃあそのダメなので、きちんとしたやっぱり利用許諾契約というのを作ってでそれで、図書館と契約を結んだ上で、サイニーをもっと活用していただきたいとそういうことを考える必要があるかなと。ということですいません駆け足でしたが。どうもありがとうございました。海外のものにとってサイニーというのはサイニーに特にフルテキストで論文が供給されているというのはとても大事なことでして、フルテキスト化がさらに進んでいること
進んでいくことを望みます。それで私たちこの質問にもある関することなんですけれども、私たちはこの日本のデータベースをまず売ってもらえなかった、そういう状況を改善するためにいろんな方策を考えまして、日本の方と協力して会議を開いたりとか、それから、出版社の方にいろいろユーザーの声を伝えるというのも司書の図書館ので仕事をしている人のものの務めです、義務です、責任です。そのユーザーの声を伝えていきました。それからこの NCC というのも一つのグループで、グループとして声明を出して伝えていくということをしたり、あるいはそのカルコンのような大きな日米間の政府間 の議題にこういう情報発信を政府間の議題として取り上げてもらい、日本の方というのは結構上の方から聞かないとこの事業は進まないんですというところがあるので、そういった意味で政府的なこうロビー活動をしたりとか、さまざまな方法で知恵を絞り、実は今回の会議もそのこういった海外の日本研究の実情を日本の方とまず共有して、そして日本と海外と連携して大きな動きを作っていきたいという、そういう素朴な思いから出発したものです。そのジャック の美術書のプロジェクトをご紹介したんですけども、これも一人の師匠の方 のアイデアだったんですね。だからそれがいろんな形で連携していって、大きなプロジェクトとしてグローバルに多くの方に利用して日本の文化が広がるという形で広がっていったということをもう一度覚えていてほしいと思い、いただきたいと思います。自分は何もできないだとか、一人では何もできないとか、そういうことは絶対にありません。ぜひ諦めずにこう声をかけ、そのつながれる人とつながって大きなうねりを、作りたいと思います。ちょっと 手短に新保先生に質問がやはり集中していってるんですが、新保先生 の状況は非常にショッキング、私もこう血圧が上がったぐらいショッキングだったんですが、例えばなぜその手短に、お答えできたら嬉しいんですが、なぜその英語論文や中国論文の検索でヒットしなかった原因というのは何でしょうか。でそれはデータベースのあり方に問題があるのか、何かもっと深い問題があるのか、何か私たちで解決できるようなことなのかお聞かせください。はい、ヒットしなかった原因なんですが、早稲田大学の図書館の中本さんにちょっとお伺いしたんですけども、ウェブオブサイエンスの収録誌というのが結局非引用数が多くないと収録してもらえないということで、結局私自身が書いている、論文なんですが、早稲田のリポジトリ に入ってるんですけど、早稲田のですね雑誌に書いているんですね。でそれは結局非引用数が少ないために収録対象品になっていないと、それがこう最大の問題だというふうに言われました。それと私自身は非常にこう何ですか、こう論文を書くときに、なるべくアブストラクトに関しては英語で書こうというそれだけの努力はしているんですね。ところがサイニーでその英語のアブストラクトにこう到達できないんですよね。結局その日本語が読める人しか情報に到達できない際の仕組みがありますよね。それが非常にこう問題 でまたその私に関しても名前がこう、英文で書くと厚子辛坊なんですが、厚子辛坊を入れてもなぜか英語の論文に到達できないんですね。でこれはぜひお城さんにお聞きしたいなと思ったんですけど、はい、はい、はい、後で細かく解決に向けて努力して、はい、はい、お願いいたします。ではもうそろそろ時間ですので、最後に一言ずつ青木先生の方からコメントをいただいて終わりたいと思います。どうぞ順番にどうぞ。どうも、文化交流とか文化の力といっても結局人が動かすわけで、やはり一番重要なのは、この人材、人間の力ということだと思う。改めてそう思いますね。今だから今と言われているように、こういろんな電子デジタル的な電子情報いっぱいあるわけですが、結局それも
そういう、まあ、現象的にはそ、圧倒的にそういうものでなんとなく液晶体だけ全部住んでいるような感じがするけど、その背後にあるやっぱり人間の、まあ、先ほど川田さんがおっしゃったように、人間によって、まあ、個人によって何かいろんなことが起こってくるので、やっぱり個人というものをもっと人間そのものの力とかそのものの存在を重視するようにやっていきたいなと改めて思いました。どうもありがとうございました。ごめんなさい。じゃあ私は青木先生と、まあ、人材が一番大切だと賛成しますが、ただの人材の力だけで交流ができるかどうかわかんないんですけど、人材の力が何かコンテクストが非常に大切だと思うんです。そのコンテクストは何でしょうか。まあ情報でしょう。情報とかデータとか歴史の分かり方とかいろいろなコンテクストがあるんですが、まあ図書館関係とか出版関係とか大学関係の皆様が一生懸命、情報を広げるとその人材の力がなんかベースになることになると思いますが、何よりもまあフリーマーケットオブアイデアスとかフリーマーケットオブパブリケーションズ、まあフリーというのはただじゃなくて何でしょう、自由に交換ができるように皆様と一緒に努力して合わせてください。ありがとうございました。日本の文化は非常にこう優れたものがあると思い、これからも、ぜひ情報発信をしていく必要があると思っています。で、日本における、中国研究っていうのは非常に優れた研究が、あると私は確信しているんですが、それがなかなかこう世界に出ていけない、そういった歯がゆさがありますので、ぜひ図書館 の関係者の方にもぜひ世界に出ていくその手伝いを支援をしていただきたいというふうに思っております。よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。私は学生にいつも伝えることは、日本の文化あるいは日本人を理解するためにまず日本語を学ぶ必要があると伝えています。まあ、言葉は全ての文化を理解するために、まあ、鍵になるからです。その後は前の話を続くと、文化を理解する、まあ、他の文化を理解するために今持っている価値観だけが、正しいという考えを捨てなければなりません。今日は、どうもありがとうございました。勉強になりました。やはり、もっとですね、日本語の、文献を電子的に、グローバルに、流通させたいなというふうに改めて、思いました。で、NII としてもですね、そのため その、インフラの整備とか貢献できることはいろいろあると思うんですが、だけどやっぱり NII だけでは、できることは限られているので、その日本それから、北米、それから世界の、図書館員の人たち、それから研究者の先生方と一緒にですね、やはりその日本語の文献の流通性というのをもっとこう高めるような、そういうプロジェクトがなんかできないかなというふうに思いました。どうもありがとうございました。ぜひさせてください。そういうのは本当に嬉しいコメントで、ぜひ協力させていただきますし、私たちは自分自身の問題でもありますので本当に協力させていただきます。私はこのコメント会場からいただきましたコメントをもって、私のコメントにさせていただこうかなと思います。この